今日は、奈良市市民連合の政策学習会の第1弾第1回目ということで、なんと、令和新選組の大石あき子衆議院議員を今日お迎えすることができまして、ご来場していただきました。ありがとうございます。もう本当にね、今時の人なので、もう本当に忙しい方なんで、昨日もね、国会、私もちょっと YouTube ちょっとチェックしてきたんですが、昨日国会で質問する予定が、時間の関係ですかね、そういう関係でちょっと、また後ほどね、その辺も、はい、で、また来週に機会があるっていうことで、またちょっと心待ち、楽しみにしているんですけれども、本当に今、もう経歴というか、橋本当時の知事にね、噛みついたことを発端に、もう本当に注目、私もそのことは存じ上げてはいたんですが、あれよあれよという間に衆議院議員にもうね、去年の衆議院なってしまいました。はい、はい、なので、もう本当にでもこれ絶対話を聞かないとあかんと。で、実は大石あき子さんの話を聞きたいということで、奈良市民連合政策学習会というのは後付けになってしまったようなことなんですが、まあ、続いて、あと日本共産党の清水正さんであるとか、社会民主党社民党の椿優子さんのお話を聞いて学習会をするというふうな予定にもなっておりますので、はい、奈良市民連合は立憲野党を応援するということの趣旨で、今日は政策学習会企画させていただきました。で、去年の衆議院選挙の後ね、やはり全体としてやっぱり後退したという、で、野党共闘は失敗だったというね、レッテルを貼られていますよね。それはもう本当にマスコミの一方的なやり方なんですけど、決してそうではなかったんですが、で、それで今もう街頭に出ても野党共闘っていう言葉がなかなかこう届かないっていう風な状態になっていたり、岸田政権になって、支持率ちょっとまあ落ちてはきてますが、そんなに国民から批判もね、こんなにコロナ毎日本当死者過去最多を更新しているのに、なんでこう岸田政権に対して批判が出ないのかなって思うぐらい、今国民の心の中がなかなかわからないというか、つかみにくい状態の中で、もう私たちはもうとにかく元気、私たち自身が元気にならなあかんと。元気になるには、私たちの仲間で集まって、次の参議院選挙に向かってやっぱり頑張ろうっていうことが大事かな。で、そのためには立憲野党がきちっとお互いの政策を学ぶ、私たち奈良市民連合を改めて令和新選組さんの政策を学ぶ機会がなかなかなかったので、これをいい機会にして学ばせてもらおうと。大石あき子さんが本当に維新キラーというか、維新討伐隊というか、もう本当に先頭に立っておられて、とっても頼もしい、ありがとうございます、はい、方なので、で、奈良の令和奈良のサポーターチームの方にもぜひ頑張っていただきたい、そういうエールを込めて一緒に参議院選挙を頑張っていきたい、そういう思いで今日は企画をさせていただきましたので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、夜の会合はなかなか奈良市民連合は珍しくて人手が足らなくて、私は今日は司会も挨拶もするということで、奈良市民連合の共同代表の坂下と言います。名前を遅れてしまいまして、すいません、よろしくお願いします。司会を担当させていただきます。大石さんのお話、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、お集まりいただきましてありがとうございます。令和新選組の大石あき子です。10月31日に衆議院選挙がありまして、まさかの全国で465ある議席の最後の最後に私が比例復活で当選ということになりまして、皆さんびっくりされたと思いますし、私が一番びっくりしておりました。小選挙区というところは本当にまだまだ厳しいなって思ってるんですけども、こう市民選挙で比例で1近畿でもぎ取るというのは本当にすごいことだと思ってます。
なのでこの皆さんに入れていただいた1議席をフル活用して、過ごしていきたい道を切り開いていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。最初のプログラムで90分も話させていただけるみたいな計画が見せていただいたんですけども、まあ、そんな90分も聞くのも辛いだろうなっていうふうに思いまして、いつもはだいたい45分ぐらいになるように自分なりに努力して、まあ、ちょっと過ぎることもありますけれども、であとはご質問いただいて、質問にお答えするっていうふうに努めておりますので、まあ、今日もそういう形でできるだけやりたいなと思ってます。ですので私のお話しする内容を聞きながらできるだけ質問の内容を考えていただく感じで聞いていただけたらありがたいです。でさっき私が大井咲子大今時の人やと言っていただいてるんですけども、まあ、確かにその私3年前に大阪府庁を辞めてもう私その時無所属で選挙出て負けたんですけど、もう始めた当時応援してくれる人って言ったらまあ旦那ぐらいという状況です本当に。でそういう中から私のその大阪を変えて日本を変えたいとか今の維新はもう絶対あかんと嘘つきやっていうそういう思いを組んでくださった方が一人二人と支援する方が増えて、で令和新選組で、活動して最後比例復活で国会議員になってなんだかんだブーメランぶち当てたりとかいろんな偶然や、まあ、これまで努力してきたことっていうのが結実していくということで、まあ、少なくない方に大井咲子頑張ってんなと注目していただけるっていうことは本当に、まあ、人生何が起きるかわからないなってありがたいなと思ってます。一方で本当にまだまだだなっていうもうまだまだと自分の力のなさを見せつけられる日々です。やはり国会の中で令和新選組は衆議院3名増えました。0から3だから大躍進です。で参議院2名で計5名です。すごく今まで出れなかった NHK の日曜討論にも出れますしいろいろやれることは増えるんですけど、やはり国会内で圧倒的少数会派ということで、その先ほどご紹介いただきました予算委員会なんかもそもそもその委員にはさせてもらえないとかで そういう議会の運営委員会にもまあ少数だから入っていないと、そしたらいろんなその議事録も非公開やからその仲良くしないとその次の予定が見えないみたいな、そういう国会の現状があって、私はこれは国民の利益にもならないし議事録は公開せよと言っていこうと思ってるんですけども、現状今の国会では何かかんかその少数会派っていうのがなんかインサイダーみたいなちょっと仲良しにならないとうまく自分たちの法案審査も滞るような、まあ、そういう状況っていうのがあって、やはり弱小の身っていうのは本当に日々痛感させられているところなんです。で外に出てもですね、今日はこういった貴重な会に呼んでいただいてますが、もう一つ貴重な会に呼んでいただきました。それは中学校、私立なんですけども中学校で模擬選挙っていうのがあるんですよ。各その国政政党を呼んで、でそこで15分のプレゼンをやって、でどの党がいいのかっていうのをそこの中学生100人ぐらいですけどもにプレゼンをするという、これ年1回ありまして、でそれが今日だったんで、まあ、令和新選組の代表として私が行ってきたんです。ちなみにこれ去年も行ったんですよ。で私0票だったんですよ。すごくないですか、なかなか取れないです0なんて。まあ私のプレゼン能力っていうのは非常に大きな影響したと思うんですけどね。やはりその世の中の圧倒的に与党という空気の中で去年0票だった、今年何票と思いますか。まあ、答え言うと今年7票だったんですけどね、0から7ですよ。無限大に増えてますけどね。でもやはり与党の方が大きかったですから、まあ後々もう非常にホットなんで写真で撮ってきたんで、その何て言うんでしょう、何票何票やつをね、皆さんとそれも見てもらいながら、私たちそのいわゆる立憲野党という存在がまだまだその中学生という子供たちというのかな、中学生にとっても少数である、でもその少数の野党の中では、まあ、令和新選組は検討してきたかなというのが今回の結果でしたが、やはりそういう中からその今立憲野党が好きやという人以外からも、そして若い人たちからもこういう
ムーブメント、動きっていうのを作り出していかなきゃいけない。それには本当に厳しさというか自分の力のなさというのを本当に今日も、痛感してまいりました。のでまた後ほどあの披露したいと思うんですけどね、まあ、そんなこんなでただその悲観するんではなく、まあ、そういうあの主流派になるためにまだまだ道が先だなって。でも前はゼロでしたから、ゼロとその1、3、7っていうのは全然違うので、私はあの非常に希望的なんですけども、道はまだまだ険しく皆さんと共に歩みたいなって思っています。ではスライドを、映しながら進めていきたいと思います。令和新選組の大石あきこ、これ、国会議員に10月31日になって11月10日に国会議事堂の前で、その5人の議員それぞれこう写真撮ってもらった時の嬉しそうな写真でございますはい、あ、ちょっと見切れてますけど、まあ大体見えてるからいいですよね。自己紹介として、私今44歳、大阪市内に1977年生まれました、小学生の娘1人と夫の3人暮らししております。まあ、国会議員になったら東京と大阪の二重生活といいますか、そういう生活を送っているわけですけども、2002年に大阪府に入庁しました。20年前ですね。環境職っていう騒音とか大気汚染などのその規制指導に当たるような職種で入庁しました。で2008年、その入庁して6年後、橋本知事というのが登場したんです。維新政治の始まりですね。まだ維新でなかったですけど、でその就任した時の、3月の初めての知事の朝礼で、私が、あの写真ですね、見切れてますけど、あの作業服を着た30歳の大石あきこが、どんだけサービス残業やってると思ってるんですかと、あなたは職員と府民を分断してるんだと、職場に問題はありますよ、でもあなたのやってることは逆ばかりなんだっていうことを、手を挙げて弾劾したとか批判したっていうことが話題になりました。そこからまあ一気に11年飛んでるんですけども、まあ、私なりに真面目に役所で働きました。やはり公務員ってその世の中で楽してるとかいい給料もらってるって言われてるけど、まあ、そこで働いてるもんからしたら全然そうでもないやんって、子供一人育てていくのも本当に真面目に仕事しようと思ったら本当にしんどかったです。まあ、私の容量がいい方とは言いませんけども、本当に本当にしんどかった。でなかなか2人目とかももう産みづらいですわ、もう忙しいから1人抜けるってことに対してやっぱりおめでとうって言ってくれてもしんどいんですもんね。そういう中で、働きまして、まあ、もうこのまま維新が都構想とかカジノやろうとしてるからもうあかんと、このまま子供にも顔向けできへんわということで、その自分の人生を一回ほとんど全部使って都構想あかん、カジノあかんと止めるんやと、そういう運動を起こしたいなと思いまして、大阪府庁を辞めて淀川区から大阪府議会議員選挙に無所属で立候補し、13,702票、またその新人にしてはよく取れたなって言ってもらってるんですけども、まあ、やはり、大阪府議会の枠も、まあ、小選挙区に近いといいますか、枠が2です。で現職の維新と公明というところにかっちり取られてまして、敗れるということですね。まあ、継続して政治活動を続け、まあ、特に介護の政策、すごく今支配者側というか維新もそうだし自民もそうだし、 お年寄り高齢者と若者をものすごい分断しようとしてるんですよね。橋本知事だって登場した時30歳以下の職員集めて上働かんやろと、働いてないのをメールで僕に報告してっていうチクリみたいなのを煽ったんですよね。まあ、それも朝礼であなたそんなことやってって分断してるんだって抗議したんですね、職員の間を。まあ、そういう分断っていうのがずっと世間でも続いて、まあ、今日の上昇学園で圧倒的1位になった自民の原田亮さんいう大阪府議も何のプレゼンテーションだったって、シルバーデモクラシーのせいで世の中が悪くなるとかね、そういうことを言ってました。その人たちが今は主流かもしれないですよ。でもそういう人らをその価値観をひっくり返してやるんだっていうのが、まあ、私の基本的な活動のスタンスです。まあ、ともあれともあれ、だからお年寄りやまたは
何でしょう、その人たちが攻撃する対象、そういう人たちと共に生きるような政策、特に介護とか、そういうお年寄りのせいで社会が悪くなるっていう大嘘のせいで、介護の予算とか社会保障っていうのが削られてるままになってるっていうところに、その介護の政策提言を現場の方々に教えてもらいながらやる。で、大阪府は実際予算減らしてるやんかっていうのを署名集めて、この予算減らすんじゃないよみたいな理解監視とか、そういう活動を政治活動としてしてまいりました。で、2020年2月に令和新選組の衆議院大阪5区の予定候補として活動を開始します。まあ、相変わらず令和新選組の予定候補者としても、自分の活動は都構想を止めるということをその政治活動にして、まあ、それで大石は議会に送った方がええ人間やって思ってもらうっていう、まあ、そういう社会運動と、まあ、選挙運動を言ったら事前運動になるからダメですけども、その政治活動を社会運動として取り組んで、その支持者というか一緒に歩んでくれる人を増やそうと、まあ、そんなような政治活動を私なりにやってまいりました。で、まあ、本を書かせてもらったりとかしながら、2020年11月都構想否決しましたもんね。もう本当にこれは大阪市民の経験として、もう拍手は今大阪市民に、ね、あ、ここ生駒も大阪市民、生駒も大阪で働いてる方とか結構いらっしゃって、もうほとんど通貨みたいな噂があるんですけども、奈良府民ですね、はい、奈良府民っていう、奈良府民という言葉もある。はい、逆に維新もなんかそのバイパス、その管を通ってきてるんではないかっていうことですよね。来てます、はい、都構想否決でも、都構想否決されてもやはり圧倒的与党で、もう大阪のテレビ、関西のテレビがいわゆる脱皮っていう、もうずっと維新をそのいかにいいかいう報道を続けてますので、なかなかその維新の人気というのが止まらないという中で、カジノみたいな、もうありえないもの、どんどん矛盾出てますけど、そういうものが進められているという状況です。私で本を出したり、で2021年10月、先ほど言ったような近畿ブロックの比例復活当選しまして、で翌月はグリーンニューディールを勝ち取れっていう、これも積極財政とその民族差別とか気候変動の問題とか、一気に積極財政で解決できるんやということを、アメリカの若い人たちが今すごい運動を始めてて、その運動に下支えされて、サンダースさんがもうちょっとで大統領になるところだったり、オカシオ・コルテスさんっていう若き30過ぎぐらいの世界的に有名な議員ですよね。すごくその、極左って言われてますよね。先鋭的な、アメリカでは考えられない、民主的社会主義者同盟みたいなのに入っていらっしゃると。だからまさにもう今右左もないよ、同じ価値観、その上層の人たちがこの社会むっちゃ悪くしてるやんっていうことに気づいたたくさんの方々が、上との戦いというのを始めてて、右も左もなくすごい運動になってきているという状況です、というような、その人たちが書いた論文の訳の一端を見直していただきました。ちなみにこの5つの方法、ここに表示されている本に関しましては、あそこで販売しております。今日の報告の中でも一部使わせていただき、あ、これですね、あ、ニューディール、これでも売ってはないですよね。そうですよね、最近、はい、最近出す、協約で出させてもらったのはこれですね。パク・スンジュン教授という積極財政かつ環境に非常にお詳しい方がリーダーをして、いい役をしてくださいました。まあもう私、これ公務員を辞めて議員になった理由っていうのもさっき言ったようなお話で伝わったと思うんですけども、嘘ばっかりついてる政治家と戦うためと、まあ、これは今日中学生に表示したなんで議員になったのっていうのを聞いてほしいなと思ってこう書いたわけなんです。で、大石あきこファクトチェックで検索してくださいねって中学生に言ったんです。まあ、今日その人たちには15分のプレゼンだったので、ファクトチェックをお示しするそのプレゼンの時間はなかったですけども、今日はちょっとお時間があるので後ほどファクトチェックで、今日のテーマは身を切る改革の悪事というか嘘みたいなタイトルでしたので、まあ、そういう私なりにやったことをお見せしていきたいと思います。お手元にはカジノ、あ、いらんよと、
私がカジノ止める、都構想止めるっていう社会運動で、大阪市を変えたい、大阪市民とつながりたいと言ってまして、今、大阪市内で一生懸命ボランティアの人を中心に配布してくれてるチラシを皆さんにもお配りしております。大阪にカジノはいらんよっていうことで、もうえらいことにどん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 カジノはいらん市民が、もともと松井市長は大阪のカジノは1円も市民の財産は使わんとのたまっていたと。でも嘘をつくなって思ってたら、やっぱりどんどんその嘘が明るみになってきてですね、でいろんな結局周辺整備やら道路やらで1240億円いるじゃないかみたいな話をしてたところ、1月になって軟弱地盤とか土壌掘ったらいろんな変なもん出て、当たり前じゃないですか、ゴミの埋め立て島なんだから。でそこでメタンガスも出てきたり、いろんなもん出てきて、掘れば掘るほどっていうことで、その対策費が790億円、まあ、800億円を負担すると。誰が負担するのって、大阪市民でしょ、大阪市民の財産でしょって言ってるのに、その公安局は別会計やから市民の負担ないとか、もうどんなへりくつやねんみたいなことを言って、まだ なんかごまかそうとしてるんですね。でもそういう話の中で、最近世論調査がありました。 MBS が LINE で、アンケートを取って6000人ぐらいが答えているので、まあ、LINE やからそこそこ幅広い年代が答えたんじゃないかと思いますけど、 55% ぐらいですねの方が反対と。まあ、もっと反対せえへんのっていう声もあるんですけど、もう関西を考えてくださいっていう、もうメディアが脱皮なんですから、メディアがもうそういう ネトウヨヨか維新みたいになってるんですから、その中で反対が多いっていうのは悪い話じゃない、維新にもぐさっと来てると思います。今は引き時だと思うんですけどね。でさらに出ましたよね、これが、金曜日昨日ニュースご存知ですか。この軟弱地盤だっていうことは、すでに松井市長は去年の1月にもう知ってたっていうんですよね。もうどんだけ嘘つきやねんっていう話ですよね。軟弱地盤と分かった時点で、もうこれボーリング調査っていうのをやってましたんで、まずその結果を報告せよいう話なんですけど、黙ってた。で去年1月に軟弱地盤なのは分かってた。あんなとこな、まあ、軟弱地盤に決まってると思うんですけど、軟弱地盤と分かって普通なら市民に説明して、でこんだけ追加負担かかりそうなんやけど、それでもカジノやっていいって、まあ、せめて聞くなら私もこれを隠匿して、後々やっ思ったより悪いとこで何本いりますと。790億円。で、全部、夢島というこれ、写ってる写真が、大阪市の此花区にある夢島っていう埋め立て地なんですけど、790億円。で、全部の土地を軟弱地盤に建物建てれるようにしようと思ったら、約1600億円と倍いるっていうことなんですね。まあ、そういうことも普通だったらもう即辞職ものだと思いますけども、まあ、それが何でかいろいろ大阪ではもまだまだ問題にはなってない。でも問題になってきてると思うんですよ。今までだともっともっと隠匿されていますからね。でも最近新聞やテレビでも、まあ、MBS のそういう反対世論も載せたりとか、ちょっとこれさすがにあかんのちゃうかっていう空気が出てきて、まあ、空気が出てきた。で空気が出ようと出まいと、カジノ計画は止められるということで、私たちは、大阪でずっと活動してきました。まあ、活動のスケジュールを言いますと、12月23日に夢島地区特定複合観光施設区域、まあ、カジノの区域ですよね、まあ、整備に関する計画案公表があって、パブリックコメントみたいなのがあったんです。まあ、即時にその経済効果が1兆円、波及効果1兆円とか言うから元データを出してみろという情報公開をしたり、したら黒塗りで出てきたり、むちゃくちゃなんですけど、まあ、そのような攻防を私もやってました。で説明会もあったんで、1月7日に、行ってきまして、いろいろあのデータいつ出すんだみたいな話をやったりもしてました。多くの市民が結集して、もう非常に全部の質問が鋭かったんで、私のブログでその質問の文字起こしみたいなのはしてますので、またご覧いただけたらなと思います。でも大阪市外ではまあこのような日程になって、これちょっと古い資料だけど、あの合ってますけど、
結局最後大阪市議会、大阪市の議会、大阪市会って言うんですけど、3月29日にの本会議でこのカジノ計画を、まあ、無理くり通そうと今狙っていらっしゃる。じゃあまだあと1ヶ月ちょいありますので、署名を一旦提出してます、大阪市民が。オンライン署名入れて7万筆ぐらい、オンライン除いて4万筆ぐらいです。令和新選組、まあ、大石明子事務所と八幡愛務事務所で合同で提出したのは4000筆ぐらいでした。まあ、4万筆のうち4000筆で1割ぐらい令和で集めましたので、まあ、結構組織ない割にはすごい頑張ったかなっていうふうには思いますので、すごく市民の方もびっくりして、なんか署名二度見してくれたらしいんですけどいきなり最終日にうちで4000筆ぐらい持ってきたんで、ね、非常に市民の人も驚かれてありがとうと、応援してるよみたいに言ってくださったそうです。これからもまだ署名取り組みます。今会場でおそらく回してさせてもらってると思うんで、もしよろしければ大阪府内を問わずに署名していただけますので、ご協力お願いします。で、スケジュールの話ですね。ちょっと腰が折れてしまいましたけど、本会をもし通されてしまったとき、4月28日締め切りの国に認可申請を大阪市と大阪府がやります。まあ、これ国こんなボロボロの計画を通すのかよということは、私も国会議員なんで、どこかの場で追及できないかなっていうふうには思ってます。どこの場でとは申し上げられませんけど、どこかの委員会とかでこんなボロボロの計画通すのかよっていうのは、やはり言う使命があるんじゃないかなっていうふうには思っています。そうですね、これともちょっと関係してるんじゃないかなって思うんですけど、私橋本徹に訴えられたんですよね。皆さんご存知ですか？ちゃんと拍手するんですかって喜んでいるんですか喜んでるんですけどね、私大石明子橋本徹に訴えられたってよっていうハッシュタグでね、非常に拡散していただきました。まあ、結局私2月3日に訴状が郵便局、その郵便で届いて、2月3日に橋本徹さんに訴えられてて、まあ、ただその訴状作成日を見ると1月23日か1月24日だったんで、まあ、その時には彼らは意思決定していると思うんですけどね。で、まあ、2月3日に私に一発目、その黙れみたいな、名誉毀損300万円、橋本徹さんのこれまで知事でやってきたことの、私が弾劾している取材のコメントですね、記者を袋叩きに縛いてるんだっていう、で飴と鞭で DV して服従させてるんだっていう私の発言が、橋本徹さんのコメンテーターとしてのイメージを下げるって、そうかっていうむしろあげへんかって思うんですけど、まんまのこと言ってるつもりなんですけど、そしてそういうコメンテーター、そして社会的評価を下げたから、この下げられ方は300万円を下らないよって、300万円を請求するというような名誉毀損の損害賠償の内容でした。まあ、それ全面的に争っていくわけで、またそのことにつきましても追って情報は出していきたいし、皆さんにも応援してほしいなって思ってるんですけど、でももう私だけじゃないですよね。今どんどんもう暴走していってますよね、あの人たち。先日はまあ水道橋博士、訴えられてね、おめでとうございます。訴えられてないみたいですね。水道橋博士の松井市長の、問題点みたいな動画があって、これもし嘘だったらあなた訴えた方がいいですよみたいな水道橋博士のツイートに対して、あなた一般人じゃないから、そう、法的、これはダメ、法的手続きを取ります、すなわち訴えますということを、松井市長が、大阪がコロナで大変な時に、まあ、ゴミみたいなツイートをやっちゃったっていうことですね。で、それに対して、水道橋博士は、じゃあ全面的に自分もやるよって言ってたら、なんか最近その松井市長のツイートは削除されたようですね。水道橋博士が今暴れているそうで、私もあんまりそれウォッチできてないんですけども、まあ、ちょっと喧嘩を売る相手を間違えたのかもしれませんよね。で、水道橋博士が、今度は水道橋博士から訴えてやるみたいな展開らしいんで、もうざまあというほかないですよね絶対訴えてほしいな結局は
橋本徹さんや維新が訴えてくるって、あの人たちむっちゃお金持ちだから、で弁護士事務所をやってはったり、もう造作もないわけですよね。でもこっちからしたら弁護団を構えてやり返すっていうのは結構なコストなわけです。でまだ私議員やし、その知名度も上がってきてるから、いろいろそういうの組みやすい法の人間だと思うんですね。じゃあそうじゃない立場の人が橋本徹やいろんな人にそ殴られたら、もうその経済的に成り立たないじゃないですか。それを狙ってやってるんだから、もう弾圧以外の何者でもないですよね。でそういう弾圧をやってきてる、まあ、ただ相手が大井社長だったり水道橋博士だったり、まあ、あの方もまあそこそこお金持ってはるんちゃいます？自分から訴えてやるっていうぐらいですから、だからまあ幸いだったっていうか、そういう人たちの使命としてもうボコリ返さなあかん、全面的に受けて立たなあかんと思うんですね。それ以外でも、維新の大阪府議の横山さんという人が、この間報道特集というのがあって、やっと大阪府のコロナ対策がワーストになっている、問題があるっていうことがドキュメンタリーで事実が暴露されたと。それに対して BPO っていう、その不適切な報道だったみたいなことを維新の府議が申し立てたんです。他にも、日本共産党の誰でしたっけ宮本徹さんや、宮本徹さんが予算委員会で、維新が呼んできた、わけのわからんこと言ってる人物で、政策広報かなんかですか、維新からむちゃくちゃ金を払われて、まあ言うたらもう完全な御用というか、維新みたいな人がその本来ふさわしくない、国会で言うべきでない維新の弁護っていうか、わけのわからないそのネットの誹謗中傷やめろとか、その場に合わないその発言をしたので、宮本徹さんがそれを不適切だと指摘したと。そしたらその発言が不適切だったってことで、懲罰動議っていうのにかけると、もうやばいやつらですよねほんまに。この宮本徹さんっていうのは、私国会議員ですやん一応で、その座る場所あるんですね、議事堂でね、大井咲子っていう席があって、その隣に座ってる人なんですよ、宮本徹さん。結構なんか雰囲気のいい人なんですよ気品のありそうな、もう不適切なのは維新の方というのが明らかっていう感じですね本当に ありがとうございます。まあ国会議員がいろんな院内集会っていうのに誘われるんですよ。その市民団体が年金の抜本的改善とか、介護制度の抜本改善で、私立学校の助成金が足らないとか、そういうさまざま院内集会があって、まあ、私もかなり行く方だとは思ってます。で宮本徹さんも相当毎回行っておられて、まあ、そういう市民の活動っていうのを非常に重視されてる方だし、結構私が国会の作法分かってへんから、隣で座っててなんか急に立ち出したり、その議長が来たら立つとか、そういうところから、まあ、そ別にやらんでいいけど、一応議長が来たから立ってるんやね、みんな、みたいな。そういう、いろはいうか、私が、えってなってるのを、こう、察知して、ちょっと教えてくれたり、宮本徹さん、ごつええ人なんですよ。あれを懲罰とかやりやがったっていうのは、もう、別に私に応援されても迷惑かもわかんないですけどね、宮本徹さんは、ぜひみんなで擁護し、守っていただきたいと思います。はい、維新の暴走ですね。2月3日の大石以降、まだ2週間ちょいじゃないですか。その中で4件ぐらい、その問答無用のそのことを始めてきたと。まあ、これをどう見るかですよね。裏表あると思うんですよ。一つには維新が国会で40人ぐらいになって、で、もう国会でもなんか変な高揚感を感じるですね、維新の席から。で、なんか何か国会のその発言時間が超えたとか、何かの時にブワーって集まって、その事務の進行にケチをつけるというか、意見をつけるみたいなのもなんかバーってなってたり、なんかね、変な高揚感を感じるんですよ。だから一つのそういう今ならやれるという気持ちもあるのかもしれない。でもそれは裏表で、やはりこの人たち国政でこんなに伸ばしちゃっていいのかなって、冷静に考えてやばい人たちでしょっていう、マスコミの制度もちょっと働いてきてるんじゃないのかなっていう、そういう中でカジノとか、そのいろんな維新の不正、ワクチンの運ぶ人たちが再委託だとか、
それじゃあどんな管理方法で運ばれてんのとか、その労働条件どうなってんの、でいろんな問題が今ずっと今まで報道されてなかったものがちょいちょい出てきて、彼らも結構危機を感じていると。もう嘘つきだらけなんで、これ、ね、嘘つきだらけなんで、そこバレる恐怖もあるかもしれない。それは裏表あると思うんですけども、まあ、この暴走っていうのを、まあ、私たちは逆にチャンスと捉えてですね、もう徹底抗戦、まあ、徹底抗戦やれる人たち、宮本徹さんはきっとやってくれるでしょうということで、その、まあ、私は一つその自分の裁判闘争も通じて維新が何なのかっていうことを皆さんにできるだけ注目してもらいながら暴いていきたいなと、そのように思っているところです。あ、調子です。維新の身を切る改革なんやったんやっていうテーマもありましたので、ちょっとお話ししたいと思います。維新の緊縮政策が何をもたらしたか。もともと維新発足前の橋本徹知事がどういう人だったかっていう、これは2008年の記事で、ちょっと文字ちっちゃくて、イメージみたいな感じですけども、職員人件費を減らすと言いましたが、暮らしのための予算も削減すると、まあ、そもそも橋本さん登場以来こういうことをやっているんですよね。ここで、ちょっと小さいですけど、私学助成金、今は私学無償化って言い直してますけど、もともと私学助成金っていう私学の学校への補助金をものすごくカットして、私学の半官を買ったみたいなことが当初はあったんです。まあ、そんな形で国のプライマリーバランス黒字、財政、均衡財政、収入の範囲内で予算を組むという、まあ、概念ですよね。まあ、地方と国はまた違いますけども、でもそういう概念、発想をまず地方で先んじて実践するというところが、まあ、の今のその資本家の方々というか上層の方々にもこいつは使えるというふうに買われていったんじゃないかなっていうふうに思います。社会保障費とかを抑制するっていうためですよね。私、あ、この表は、先ほど売り物にしているという私が出した本の中から、抜粋するものですけども、結局は緊縮財政で大阪府内の経済というか地に足のついた経済、すなわち中小企業というものを もうものすごく切り捨てていくんです。その一例がこれですね。大阪府の予算と愛知県の予算を、比較しました。中小企業の振興予算を大阪府内ではむちゃくちゃ減らしたっていうことなんです。まあ、これ自体は大阪府議会で2018年に自民党の人が、提供した資料なんで、私だけ言ってるんじゃなくて、地元の中小企業に手厚くしよう言ってた人たちも、これなんなんやと。なんと中小企業の振興の、その制度融資を除くやつだから、まあ、あの 92% 減って書いてるとこは融資除く賞味のとこです。賞味のとこ 92% 減だと。愛知と比べてください。愛知、企業誘致、産業育成、849% 増なんですけど、同じ期間に、ま、2007年から2017年度どうしたかってことですね。維新は 93% 減。まあ、いろいろもろもろ、一番下の行が 88% 減と。大阪府はこの10年間で、中小企業振興予算を激減させたと。いうことが自民党からも指摘されました。まあ、一方でそのカジノみたいな外国のお金持ちが外貨落としてくれるみたいな妄想のようなものみたいなことは進めていくわけなんですけど、これは治水対策の予算も減らしていますよねっていう、あの私が出した構想を止めて大阪を豊かにする5つの方法からの資料です。これ自体はおそらく国、この国自体が95年ぐらいをピークに治水予算とか公共事業の予算をすごくカットしていったっていう影響だと思うんですけども、まあ、そういう太田房、維新の前からも減らしてたし、維新の後からも減らしているよ、まあ、そのようなデータ。まあ、今大阪っていうのは治水対策の専門家に言わしても治水対策がボロボロであると。でその専門家が言うには、治水対策って票にならないらしいんですよ、だから一瞬やらないでしょって都構想の止めようの時に叫んでおられました。それがすごく印象的でした。でインバウンド戦略で成長しない大阪っていうのもファクトチェックといいますか、形でやりました。これは
大阪府と全国の経済成長率の推移ということで、維新の有名なスローガン知ってますか？大阪の成長を止めるなですよね。もうあたかも大阪むちゃくちゃ成長してるみたいなっていう。でそれを立憲野党みたいな勢力が大阪の成長を止めているみたいな、それを匂わすスローガンじゃないですか。じゃあ大阪成長しているんですかっていうのを表すために、まあ、このような経済成長率、まあ、大阪が成長しているという主な指標としては、GDP で実質で、比べましたと。でこれちょっと見えにくいかもしれませんけど、全国比と大阪府で比べていて、でその大阪府の成長は全国以下だし、このマイナスって言ったら、まあ言うたらマイナス成長ってことですよね。成長してないでしょっていうことを、その彼らの言葉は成長してるんだけど内実成長していないよねっていうことをやってました。でじゃあもうこれ他都市とも比べてみようはないかというのもやりました。これ都構想の時も山本太郎代表がかなり使って、この山本太郎代表の演説多分100地点以上で行われてるんですけど、その期間でそこかなり影響を与えたと思います。あ、なんや大阪成長してへんやんって、私が作成したっていう自慢なんですけどね、大阪は全国平均が点々ちょっともう見えないですね、ここでは点々以下やし、これ、2006年から、2016年、あとで18年までのやつをお見せしますけど、太い線ですね、太い線が大阪府、まあいろいろ線あって直近のやつ最低なの分かりますよね。左が県内 GDP、右は1人当たり県民所得、まあ、左が地方の経済成長の主な指標、右側が県民所得やから言うたら住民さんの懐に入るもんっていう結構重要な指標ですよね。全部その主要都市東京兵庫愛知比べて一番下やし、全国平均よりも以下やないのって、何大阪の成長止めるななのよというような話のためにこのグラフを作りました。このバーンって下がってんのはリーマンショックですね。でリーマンショックの時より回復してへんかなって大阪っていうような話をしてました。あ、これが2018年まで、2016年までやないかって維新の支持者の方に言われるんですよ。で、まあ、今2018年までしか出てないんでね。で、2020からコロナでまた悪なってますから、まあ、もうほぼ高齢なんですけども、大阪府と、全県平均比べても、大阪府の青い方、全県平均以下ですよね。成長してないやないの。かつこれ、一番下がリーマンショック。でリーマンショックの前までも大阪回復してないやないか、要それで大阪の成長を止めるなって言えますよね。わかりますか意味が。また質問があれば後でおっしゃってください。で大阪のその今コロナで保健所パンクっていうのはもう全国的に知られてると思いますけども、太田府政から保健所はリストラされてきて、橋本知事はさらに徹底した改革といって職員削減をもう誇りまくってたということで、こんな職員むっちゃ減らしたぞっていうのを毎回指標にして自慢してましたから、なのに保健所だけは減らしてませんとか、なわけないやろっていう話なんですよね。でちなみに職員削減が時間外勤務の増加、病気休職の増加を招き限界に達して、計画より前倒しでやめたと。これどうしてくれるんですかっていう、ちょうどいいぐらいになったんかなとか、まあ思わないでほしいんですよね。これ職員からしたらもう人生潰されてますよね。病気増えたからやめましょうかって、じゃあ病気にさせられたのどうしてくれるのよっていう話なんですけども、まあもうちょっとあかんわってやりすぎたって松井知事が認めるぐらい大阪府職員というのは削減されてきたっていうことです。でどうなったの今、保健所はコロナ対応でパンクと。これは去年の5月の記事ですけども、あ、一昨年のになりますね。一昨年の5月、大阪市保健所コロナパンク、あ、これ大阪市の保健所ですけど、まあ、大阪府も大阪市も同様に同じことが起きて、保健所をリストラしてきたことを反省して増員が直ちに必要でしょと私は訴えております。で今、ファクトチェックという意味ではまだ吉村知事がこんなもん出して、維新は保健所減らしてない言ってません。これは同じ、あ、まずちょっともう嘘ばっかついてくるんで全部の嘘チェックできないんですよ。だから吉村さんが
先週とかぐらい出してきたやつ、詳しくは見ていません。でも書いてあるその常勤府内の常勤職員のとかいうのを見てたら、このグラフまだ使ってるんでしょっていう、これは私が2年ぐらい前にファクトチェックでお前ら嘘つくなってやったものなんですよ。維新が府内保健所の常勤職員数増えてる言うんですね。でこの図を出してきたと。でこのピンクとか黄色の部分は私が後で縫ったものなんですよ。違うでしょって。なんで増えた、特に増えた年度が怪しいわけですよ。職員からしたら職員減らせんの知ってるから、このグラフ見てあれ何やったっけなって、で見ると何が起きた時かなって思う、そういう答えがある程度分かっているので、原因を探ることができるんですけども、そしたら豊中市が中核市移行して保健所っていうのが大阪府担当の保健所から豊中市に移行すると、同様にちょっと増えた時は枚方市が移行してる。じゃあ移行した時に職員増えるって何なんやろうなって考えたら、保健センター分が入ってるっていう、ちょっとマニアックなんですけど、保健所と保健センターって違うんですね。でも両方その保健所の常勤職員数としてカウントできるんですよ、統計上は。じゃあ今まではその大阪府の保健所って数えてたものが、保健センターも、ややこしいな、中核市では保健センターと保健所一緒にやってるから、その役割も分離できないんですよ。だから実際に役割はもう分離できないです。例えばこのピンクと黄色を単純に引くってこともできない。ちょっと難しい話なんですけども、少なくとも大阪府が保健所を増やしたんではないのは確かなんですね。単に移行させた時に合算されるようになった増加分なんです。ひどくないですかという話を、保健所大阪府は所見所リストラ、その内容の説明はこれなんですけど、ちょっと詳しくはブログにこれ書いてるのを抜粋しましたので、保健所と保健センター、一般市町村が設置してて予防接種とか検診をやっている。じゃあ中核市移行した時に、この見た目増えてるだけになってるよって、保健センター分足したらダメだよっていうようなブログを書きました。でそのブログで、同様にそういういろいろややこしいんですわ。中核市移行したら見えないというか、もう有機的に組み込まれますから、真の数はもう表せないんです。だから大阪府がそもそも枚方市とか抜いたらいいわけですよ。そういう影響を受けなかった担当エリアだけで大阪府保健所職員を比べました。減ってるやないかいというのをやりました。これ、維新府政で 6% 職員削減されてるんですね。これもなんか維新の人がちゃうとかいろいろ言ってきてるんですけど、ちゃうことないんですよ。で、なんで枚方市抜いたんとか言って、いやそういう事情やから抜くんやないかっていう、統計手法としては当たり前のやり方なんですけど、維新の方で因縁つけてはる方いらっしゃいますね。これを、今大阪府です。さっきのは大阪府は 6% 減で、大阪市でも同じようにやりま、大阪市はずっと大阪市なんでやりました。したら 5% 減と。今コロナでね、さすがに増やしてると思いますよ。でもリストラしてきたやんって。そのスタート地点で保健所パンクさせて、で募集してんのも非常勤とかね、あんたらがやったやんって認めろよって、それ謝らせたいっていうのは純粋にありますよ。でもその再発防止っていうか問題解決しようと思ったら、まず罪認めろよっていう、認めてごめんね、悪かった、じゃあ次どうやったら良くなるのって、そのためにはその維新のやってきた罪認めてもらわないと次いけないんですね。そういう意味でこういうことを暴いてるんです。私のこの保健所リストラしてたっていうやつは非常にブログでも、評判が良くて、いまだに結構見られるんですよね。年間何万人ぐらいに見ていただいてます。その当時も結構たくさんの何万人を超える方に見ていただきました。で果てにはそういう状況でコロナ禍に突入して、これ私の NHK の日曜討論で言った大阪府の保健所職員が大阪労働局に駆け込むというのを知ってました皆さんみたいなことを日曜討論でこの資料を出したら、NHK からはちょっと怒られるというか、なんか資料提示はやめてくださいみたいなのが、2回目
私2回日曜討論出たんですけど、1回目別に何も書いてなかったから、そのこんな駆け込んでるじゃないですか大阪府の保健所職員って見せたらちょっとなんか問題になって、で2回目の案内には資料提示はご遠慮くださいって1行入るようになりましたけど、でも資料提示せんと証拠ないから分からんのちゃうかなと思うんですけどね。はい、まあ、こういうこともありました。で、PCR 検査とかやってる衛生研究所、もともとこの衛生研究所をリストラするなっていう市民運動を職員時代にやってたんですけど、その時時代の調査でもそのリストラするって決めたら職員補充しないんですよ。だからぐんぐん減るんですね。この赤いところ職員4割減、独立法人化、まあリストラ民営化なったら欠員補充なくなってさらに激減っていう、むちゃくちゃなことをやってるんですね。なのに機能強化したとか平気で言ってきますからね。本当にやっぱ中の職員が立ち上がれればなと思うんですけども、なかなか難しい状況があります。でこれ、維新の成長戦略このままではあかんでっていうことを言ってるんですけども、結局維新の方々っていうのが身を切る改革をやって、公衆衛生部門とか本当の市民の普通の生活に役に立つもんっていうのを切り縮めて、一方でそのインバウンド需要に頼った成長戦略っていうのをやってくる、まあ、そういう大きな問題があるんです。ちょっと今時間結構喋りましたね。大丈夫です、はいはい、あのそういう状況があって、後でお示しできたらいいかな。あの松尾忠須教授がこれ中学生にやったやつなんですよ。なんでちょっと漫画を入れてみたりとか安倍を入れてみたりとかしてるんですけど、その後に松尾忠須さんのものを入れたいなと思ってちょっと見てもらえたらと思うんですけど、あ、これだ。結局緊縮とかその維新が都合のいい人たち、経済団体って今何をやろうとしてるのっていうのを松尾忠須教授がまとめたものがあって、私はすごい鋭いなって思ったんでご紹介したいと思います。大資本、今人口が減ってるっていう時代において、じゃあどうやってその都市間競争とかグローバル競争に勝っていくかみたいな、維新の戦略っていうのは基本的にはやっぱりこの戦略の中にあるということで、ぜひ知っていただきたいと。大衆消費財とそれを生産するための生産手段の市場を縮んでいくってちょっと難しいと思うんですけども、まあ私たち一般が企業じゃない人たちが消費するもん、例えば、まあ、テレビとかでもいいと思うんですけども、テレビとか その、まあ、食べ物でそれを生産するためのテレビの工場とか、まあ、そういう市場は縮んでいきますよっていう発想がある。で長い目で見ると事業拡大していってもテレビ工場を増やしても国全体としてはその少子化だから労働力手当をすることができなくなる、だからもう日本国内っていうのは諦めようみたいな、生産の場としても消費の場としても諦めようみたいなことを、恐ろしいことをその経済戦略として持っているということなんです。で支配層側の戦略、今までのような生産手段は国内で生産するのやめよう、テレビ工場とか何でしょう車とか国内で生産するのやめよう、市場が成長する新興国に進出して生産しよう、そっから日本に輸出しようっていう転倒したような感じですよね。え、日本国内実体経済ガタガタにならへんみたいなことを今の経済界っていうのは経済戦略としてやろうとしている。じゃあ日本にはでも残るもんあるよね、どんなもん残しますかっていうのが支配層の方の考え、一つはサービス業、まあ、高齢化で必要になる介護など、まあ、最低限いりますわなみたいな、そういうものはただ非正規の低賃金労働でええというのが今の支配層の考え。日本に残るもの2つ目、そういう、まあ、どうしても残さんならしゃあないやつを非正規でやらす分野と、もう一つは一部の高付加価値分野、まあ、高付加価値っていうのは利益率が高いというような話です。これ以外は淘汰っていう、はい、これ以外淘汰、例えばじゃあテレビ工場あるいは地元の中小企業とか、この2つ以外のものは基本的に潰れろと、潰すっていう
ことを資本家側、資本支配層側の大戦略に立てたと松尾正教授は言うんです。どんなものですか、もうちょい具体的に見ていきましょう。日本に残す高付加価値分野ってどんなものを想定していますか。新興国進出分野などではできない企画、まあ、新興国って、まあ、アジアの国々にとかが多いと思うんですけど、まあ、企画開発デザインなどは日本で やれるもんやりましょうか。あるいは政府財界の位置づけでデジタル分野とかグリーンとか、まあ、生産性が高まると言ってる分野ですね。で、英米を招いた金融立国、これ大阪今金融都市構想っていうのやってるんですね。本当にこの人たちの戦略下にあるなと、もう本当に実感します。財政支出、国はお金使えるっていうのは、まあ結局支配層の方々はよくご存知ですよね。積極財政って今広げようとしてますけども、彼らは国にお金があるって支配層の方々はよくご存知です。知らない人もいらっしゃいますけど、まあ結構ご存知です。じゃあそういう国のお金ってどこに使うの、ここら辺に絞りましょうよ、その庶民の介護とかに使う、もったいないろっていう、いうふうに思っていらっしゃるようですね。労働者に使わないでしょと。労働者は高度プロフェッショナルで、残業代出さずにこき使って国際競争力をつけると。これどんな国際競争力なんですかと。なんか、思ってたんと違いません？国際競争力って言ったらなんか、もっとイケてるもんなはずが。私たち労働者の国際競争力つけるとは、残業代を出さないことですよね。橋本徹さんじゃないですか。うん、本当にそのぴったり一致するなと思うんです。で、格差社会に適用、日本に残す高付加価値分野どんなものありますか。内外の富裕層向けビジネス、結局利益率高いのってお金持ちとのお商売じゃないですか。町医者とか儲かってますっていう、そういうことですよね。じゃあどんなもの、彼らの有付加価値が高いものとは、超高級ホテルとかカジノ、出てきました、カジノとかタワマンとか、まあ観光立国、超お金持ちが来てくれるやつで、農畜産業も富裕層向け輸出産業と、お野菜とかお肉とか作る時もその庶民が食べる利益率低いやつとかはもうちょっと軽く淘汰でええと、それよりはそのお金持ちが買ってくれて利益率の高いものを積極的に作れと、そのためには政府が補助金とかあげますよって、それも私らにとっては何十区なんだっていう話だと思うんです。 これをやられると高齢化で必要になる、本来私たちの生活に必要な労働資源、人手っていうものを奪われる恐れがあると松尾正教授も危惧されてて、私も本当にそうだと思います。輸出で稼ぐ国っていうふうに位置づけていた時期もありましたが、今は海外生産拠点はもう海外に移して、どうせ買うてくれへんから、日本はだって自分らが散々労働者を、絞り取って、もう年収低いですからね、年金も低いですからね、もう買ってくれない、分かってますやんか。そしたら海外で、旺盛なその需要があるところで作って、そこで買うてもらって、そこでの利益で送金して、稼ぐと、国内では一部のカジノとかに絞る、まあ、そういうことをやってます。でこれは松尾教授の実際にそうでしょっていう、東南アジアに新企業が進出どんどんしていってます。これグラフは、まあ、時系列なんですけど、どんどん進出していってますっていう。で海外子会社からの利潤送金っていうのもすごく 増大していて、経常利益の20兆円の、まあ、そういう海外とのお金の取引の半分ぐらいまで、その海外で生産人たちの利潤送金部分がその海外との取引の売上の半分に達しているということを松尾さんが調査されてて、本当にそういう意向、スライドをやってるんだなって。じゃあそれでいいのって、私たちの国は国内の生産体制、私たちのこの国に生きる人たちが必要なものを生産、自分らで生産して、でその生産の恵みを私たち自分らで享受するという、これが当たり前の経済じゃないですか。だからそういう人たちが付加価値高いって言ってるカジノとか、私らにいるんですかと。町医者とか介護とか学校の先生とか医療とかの方が使用価値が高いじゃないですか。利益とかじゃなく、私たちにとって使用価値が高い。でもこの人たちの金勘定に任せたら今こんなことになっちゃってますよっていうことを、まあ私たちは
まず知っていかないといけないなっていうふうに思うんです。でちょっと結構喋りすぎてしまったと思うんで1時間ぐらい喋ってるかもしれません。あの今日の上昇学園でどうだったかっていう報告をしておこうと思います。まあ、何かかんかあの上昇学園の方にも今のような話を国にお金はあるよって、でそれって安倍さんとかすら言ってるよ、支配層の方っていうかお金持ちの人たちは実はそれ知ってますよみたいな話をしました。さあ結果はどうだったでしょうかっていうね、これ見えないですね。一番上が令和で私で7票です。で社民党大椿子さん5票取っておられました。で、国民民主党が1票、 N 国が0票でした。ほとんど天皇のこと語っておられました。はい、で自民党が38票、まあこれあのお年寄りが社会を悪くしているから、なんだ、選挙に出る年齢を18歳に引き下げようと、まあ、引き下げたらいいですよ。でも今のままやったらお金持ちとかお金持ってる人たちしか出れないんだから、お金持ちに、お金持ちを支持してる若い人、あるいはお金持ちの若い人しか出へんのちゃうのっていう話なんですけど、その原田亮君は去年に引き続き、まあ、圧倒1位ということですね。原田亮さん大阪府議会議員です。大阪府の箕面市の議員ですね。で下がちょっとぼやけて申し訳ない、立憲が12票ね。伊坂さんという兵庫 の衆議院になった方が話されてましたね。公明党が14票、公明党はあのこれ3年目らしいんですけど毎年2位なのです。あら、はいね、組織票でしょうかね、わからない。共産党が6票でした。清水正さんが来られてました。一差は維新で案外11票という、維新11票で令和7やったら結構電車にていうか、いや維新がこれ多分屈辱なんだと思うんですけど、はい、ありがとうございます。私これ去年ゼロですのでね、はい、ゼロから7っていうのはもう無限大ですというの。でもこれ自民、維新、公明、いわゆる与党っぽい人たち合わせたら49、40、50、60ぐらい、公明は60ぐらいですか。で立憲野党7、12、国民って立憲野党入れます？まあ一票です、どっちでもいいわ。12、24、28、100人中28ぐらいが立憲野党ですので、まあ、中学生においてもやはりその主流派の空気、高齢者少子化で皆さんは税金を納めないといけなくて大変なんだというようなことをおっしゃってました。で私はその税金を納めんでいい、政府 その国はお金すれるってみんな言ってる本当はって、でもそのこういう場で国の借金だって言ってる人たちには2種類いますよ。勉強してない人か、勉強して知ってるけども使い分けしてる人たち、どっちがですよっていう話をしたんですけども、でもその質問に来てくれる人たちはやっぱり、いやでも政府の消費税ゼロにしたら政府の借金増えませんかってやっぱりもう一回問い直されるんですよね。うちの娘小6なんですけども、学校でもらってきた副読本っていうのが税金の大切さみたいなやつで、すごく誘導的にできてますの。なんか税金の例は消費税があります、で税金は学校を作りますみたいな、あたかも消費税で学校できてるような、なんかそういう読み物になっちゃってるんですよ。日々学校でそういうことを習うから私が言ってることって多分その奇妙なんだと思うんですね。まあ、その中で、まあ、その7票こじ開けたというのはまあ一個頑張ったんでしょうけど、でもこのスピードで間に合うのかというのは思いますので、まだ皆さんとも討議してですね、若い人たちにも積極財政に目覚め、アメリカではもう始まってますよ、そういう若い人たちによる運動っていうのを私たちがどう引き継いでいくか、やっぱり私もあの44でこういう運動の中ではまあちょっとまだ若めって言われてますけど、でもやっぱりその子たちのお母さん世代なのでね、じゃあもっと若い20代とかの運動が出てこなきゃいけない、じゃあそういう運動どう育てていいのかなって、すごく それが一番の課題だと思います。
他国でも始まってるんだから自分たちでもできると思います。なんでそういう討議をいろいろしてみたいと思います。一旦これで、講演というふうにしたいと思います。あ、ちょっと一個維新の悪口言っていいですか、はい、ファクトチェックでもあるんですけど、これはちょっと見えにくくてごめんなさいね。で、あのこのちょっと端っこ映ってるのがそのさっきの11票の、池下さんっていう辻元清美さんを倒してしまった人ですね。その人がプレゼンされてました。で、またファクトチェックっていうか、あの これ、まあ、これファクトなんですけどね、彼の言ってるのは、維新はいいことやってますよ、あ、別にやってないですけど、実際に大阪府では私立高校の授業料無償化をスタート、大阪市内では幼児教育無償化、かっこ所得制限ありって書いてるんですよね。これ、最近話題になったのが、維新の馬場さんっていう議員いるじゃないですか。とか、他の人らも、大阪府外で、維新は授業料の完全無償化を成し遂げましたって、ものすごい演説やりまくってたんですよ。じゃあ、待ってと。所得制限ありますからね。結構、この学校の人たちも払ってますわ。授業料無償化行ってないです。払ってます。なのに、大阪府外では、誰も聞いてへんからか、授業料完全無償化って言ってて、まあ、私ツイッターで完全無償化ってどういう意味ってつぶやいたんですけど、まあ、結構それも伸びたんですけど、そしたらなんか池下君やっぱり嘘やろってなるからか、ここちっちゃく所得制限ありって言ってきて、非常に維新的なんですよね維新の私ファクトチェックやってますけど、チラシに米印とかカッコでちっちゃく正しいっていうのやってきて、もう悪徳商法のチラシそのものなんですけど、池下さんはちょっと意識したのか、完全無償化って最近批判されてたからか、まあ、かっこ所得制限ありって、はい、でも逆に所得制限ありを認めたわけですから、馬場が大阪府外でのたまってたあれは一体なんだっていうのを、まあ、これをもとに追求してみたいかなっていうふうに思いました。あ、以上でしたありがとうございます。もう一気にね、短くって言うとあったんですけど、一気にもう本当に私たちもちょっと時間を忘れて聞き入ってったと思います。でいかにね、その大阪、維新が大阪府民の命と暮らしをこうないがしろにするというか削ってるかっていうのが今ね、もう本当まさに今その結果が出てますよね。本当に命に関わるものをごっそり削ってきた結果が今出ていると。でただこれは対談の火事ではなくて、もう奈良市もどんどんね、やはり公が削られて、もう民がはびこりっていうふうなことで、本当に私たちの生活が脅かされてるっていうことで、まあ、大阪維新の会が、新自由主義の先頭をね、先頭に立ってるということで、今本当に資料も、具体的な資料もね、示していただいて、私もちょっともう本当びっくりしたんですけれども、まあ、本当に具体的で、もういかに維新が本当にひどいかっていうのが分かりまして、でただやっぱり先ほどの中学校のね、あれはちょっとショックだったんですが、ただまあ、今若い人が保守、まあ、自民党に投票したっていう調査もあるんですが、一方で、10代20代が令和に投票したっていう、ちょっと毎日新聞だったと思うんですけど、3割出口、ある出口調査ではね3割っていうふうなことで、ここはねやはりね期待が持てます。今ねちょっと立憲民主党ちょっと元気ないから、そこに若い人が投票するっていうのはちょっと期待できないですけど、やっぱり令和にね若い人が投票してもらう、比例で頑張ってもらうっていうふうなことはね一つ大きな希望かなっていうふうに私も聞かせていただきました。ありがとうございます。今日は令和の方もサポーターの方もたくさん見えたと思うんですけど、一応というか奈良1区市民連合主催させてもらってますので、1区市民連合の会員でなくても別にいいんですけども、はい、方中心に質問とかありましたらお願いしたいなというふうに思っております。で、3人ずつぐらいで切りましたかね、どうしても一問一答じゃなくて、で3人ずつぐらいで切りましたかね、はい、ちょっと私今筆記用具がないんですけども、はい、すいません。そしたら聞きたいなっていうふうなことが今あるよっていう方、遠慮なく手を挙げていただいたらなと思いますが、簡単なことなんですけど質問というのは、はい、今保健所とかね、そういうところの削減とか職員数の削減とか教えていただいたんですけど、例えば教育問題とかね、よく聞くのは公立高校がかなり減ってるとか
そういうことを聞いてまして、でそういうことについても他のところでもどういうふうにね、この地震が発展していたのかっていうことを少し教えていただきたい。ちょっとマイクが切れたなと思ってて、あまり分かってなかったらあれですけども、いろんなリストラの話がありましたが、学校、公立学校の削減というのも言われてるけれども、何でしたっけ、そうなのかですか。公立高校がね、私学の助成金ですか、維新がかなりあったということ で、その結果、公立高校が、進学の進学率というんですか、それが低いようなところは廃校にするとか、それから小中学校の統合問題ですか、そこに希望がなければ潰すとか、そういうところも少し話を聞いてるんですよね。そのあたりの実態がどうかということをもしご存知でしたら教えていただけたらと、で今日の話すごく分かりやすくて、私自身もこの具体的な資料に基づいてお話をされているので、本当に勉強になりました。どうもありがとうございます。お礼が後先になりましたけど、その上で少し質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。公立学校、おっしゃるように、今大阪府内で起きていることっていうのが、もともと橋下徹さんは、庶民のために使ってるお金っていうのは削りたいということで、私学助成っていうのは実際削ったんです。でもいろいろ考えて、どう今後大阪府内の学校っていうものを扱っていくかという時に、一方で私子どもたちの数は減ってるので、私立が余りがちになってきてるっていうのはあったんですね。で、じゃあ公立をもっと潰せるんじゃないのかと。公立学校というのは大きな敷地も確保しないといけませんし、維新でいうとコストですので、それ消せるったら最高じゃないですかということで、とは言ってないんですけどね、また名誉毀損って言われるかもしれませんけどね、でもこれは明らかにそうですよ。で、私立の授業料を無償化っていうのをすごく歌うことで、公立に普通やったら多くの子が行ってたのを私立に生かすようにどんどん仕向けていくというのがあります。結局今高校に入る子のちょっと今もう手元に資料がないんですが、6割から7割ぐらい私立を選ぶような、6割台かな、前はもう公立が多かったんですけども、私立を選ぶ子の家の方が多いと、子供たちの方が多いという状況にまで至ってます。これって逆に言うと公立に魅力をなくしていくということも合わせてだと思いますね。必要な予算措置をしない、だから私立に行く方が自分の子供たちが充実した、でもちょっとお金かかるけどねと、でも そっかっていうふうに、そのマイナスに公立を仕向けていくということも、実際には ありますよね。施設整備を怠ってしまうとか、教員増やさないとか、そういうところがありますので、おっしゃるようなルールですね、確か2年連続でその倍率、受験の倍率、競争率、全員通るような状況、その1倍を切ったらそこは統廃合の廃止の対象にしていくということを決めて、これふざけてません、地元校とかそういう運動何やったんっていう。でしんどい子たちを地元校が一生懸命その生きる力、一緒に学んでいくっていうことをやるっていうことなのに、その倍率でじゃあ誰か落ちる子がおらんとあかんわけですよね。その何言ってんのっていう話なんですけど、やはり今競争社会の中で一倍切ったんだったらみたいなことが流されちゃうんでしょうか。でも実態を知らない方が多いというのもあると思うんでね、こういう一倍切ったから畳んでいいんだという暴論っていうものは絶対許したらいけないから、もっと声を上げていかないといけないと思います、でもそのステップなのか、大阪一律私立、大阪一律の高校を、4月から大阪府立の高校に付け替えるとかね、いうことをやって、でじゃあ廃止して、大阪一律の高校だから割と一等地の学校もありますよね、
売却すると、1000億でしたっけ、ちょっと空で言えませんけど、かなりの資産っていうふうに、まあ、結局その資産に見ちゃうんですよね。空いてる土地みたいな。大阪市内の公園も木とか植えてあったら、そこはただの無駄な土地みたいなカウントされるみたいで、結局そこの公園の面積あたりの売り上げがないと気に入らんみたいなね。でも売り上げを上げるってことは一般市民がただではそこに入れなくなるっていうことなんですけども、でも維新の見立てではそういった公園とかはまあ全てコストと、だから売れたりそこでお店やらせて儲けるっていうのがやっとまあトントンになる条件みたいな、まあ、そういう発想だと思います。で、高校の話をさっきしましたが、小学校もひどいもんで、今大阪市立小学校が今ロックオンされてるのが60校から80校ぐらいだったと思います。私の事務所はね、大阪市内の淀川区に置いてあるんです。この淀川区においても私の事務所のエリアのすぐ近くのところ、西中島小学校っていうところと木川南小学校っていうところを潰してですね、で木川小学校ってとこに統合しようっていうふうにしてて、今私の事務所ではそれの反対、住民さんの反対運動に参加してるんですよ。で木川南小学校っていうのは皆さんご存知でしょうか、校長先生が松井市長に結局処分されたんですね。なんでっていうのが、コロナの時にオンライン授業できませんのにオンライン授業をやりますって言って結局現場を混乱させた。で木川南小学校はもともと子供少ないんで少人数学級を実現できてて、校長先生が非常に多様性のある教育とか独自にやってたんですよ。だから本当に先生たちの見本になるような学校なのに、それを少人数やから潰して木川小学校に移すという中にある小学校 で校長先生が少人数だからそこの学校はコロナ禍でも全員登校できてたんですね、密じゃないから。ほんなら その方がええやんっていう、保護者にとってはそういう話なんですけども、彼らにとっては密度が薄い、コストコスト2倍みたいな感じですよね。はい畳もうみたいな話だと思うんですけど、それもわざわざ条例を作って、自動で2年連続かな、クラス6学年のクラスがなんぼやったかな、まあ、平均3クラス1学年3クラス以上ないような学校は潰せみたいな、ちょっと2クラスでもよくないっていう、全然1クラスでもよくないかって思うんですけど、まあそういう状況でやっていくと。でこれもっとバカらしいことに、まあ、近くだからね、いろいろ詳しく知ってるんですけど、反対運動もやってるし、その3つの小学校が木川小学校ってところに統合されると。でもこの木川小学校はね、すでにもうそのパンパンなんですよ。もう密で荷物の置き場もないから、子どもたちがもうロッカーも満タンやから置けないみたいな状況になってるんです。その背景にはもうその2校は潰すからってその噂流れてるから、でプラス学校選択制にしてるから、保護者がもう木川南小学校なくなってまうから木川に通わせろっていう話になって、そうすると木川小学校はすでにもう3つなんです、パンパンなんですよ。でさらにその2つの小学校を潰したら木川小学校があふれかえってしまうので、グラウンドを潰して学校舎増築するっていうんですけど、これ正気でいられますか、ちょっと待てっていう大丈夫かっていう話でしょ、えっていう。ただでさえその木川小学校も大阪市内だからグラウンドの面積すごい小さいんですよ。でその2つの学校を潰して統合したら木川の小学校の校舎に入りきれませんから、グラウンドを潰して増築します。ちょっと意味わかりますか、もう私は意味がわからないんです。もうクーデターは完成っていうところだと思うんですね。なで止めようってことで、まあ、私も説明会、地元説明会行って、まあ、これどの辺やって進めませんみたいな雰囲気出してくるんですよ、説明会で。なんか住民の皆さんの意見を聞きながら、じゃあ住民さんが反対したらこれ止めれるんですかって聞いたら、なんか向こうもイライラしてくるんですよ。いや5年後にの増改築見込むってことは、来年度の予算は設計の予算とかを見積もるんですか、そしたら今それ見積もってませんって
イエスかノーかでって言ってももう全然そんな感じなんですね。でも向こうもまあボロボロですやん、こんな機械小学校を増築するなんて。だからボロボロだけどコストっていう維新の変な理念のもとでむちゃくちゃにされてるっていう中で矛盾はいっぱいあります。だからその矛盾を捕まえて地域住民さんと一緒になってその向こうの痛いとこをついていくっていう、まあ、そういうことをやれればこれ止めれると思っています。なのでこれは大阪市内で60箇所ぐらいあるわけですけども、それぞれの学校で地元住民さんにぜひ立ち上がっていただきたい。そうするとこれは止めれるというふうには思っているので、まあ、頑張りましょうということで。コマは大丈夫ですか？はい、続いてこういうこと聞きたいですよっていうのありますか？はい、奈良1区市民連合呼びかけ人の石川と申します。あらかじめ質問いっぱい用意してきたんですがちょっとだけ絞ります。別の場所ですでに質問済みのことなんですが、積極財政によって石油などの消費が増え地球環境にマイナスかもしれないと心配です。積極財政は持続可能でしょうか？なお松尾忠さんと中村哲司さんに同じ質問を送ったところ、お答えはグリーンニューディールでした。2つ目、竹中平蔵さんのベーシックインカムと維新のベーシックインカムと令和新選組のメロンリン給付金はどう異なるのですか？これがうまく説明するのが次の選挙の鍵かもしれないと思っています。竹中平蔵さんが言ってるからベーシックインカム怪しいという人も多いんで、それをどう乗り越えるかが鍵かと思っています。あとネタのとして用意した質問なんですが、カジノに反対している令和新選組が参議院大阪に八幡愛さんを立てるという博打していいんでしょうか？以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、その環境、成長みたいな積極財政で豊かな生活をといったときに石油などの環境容量資源というのが持つのかっていうことですよね。答えはグリーンニューディールということでよろしいでしょうかね。そのグリーンニューディールって何なの？いや、私も思ったんですよ。積極財政ってしちゃったらその環境要領守れるのだろうかと。でも今守れてないですよね。むしろもうそのよくわからない付加価値、人類の使用価値と関係のない付加価値というものの、その開発に明け暮れて今地球を食ってしまおうとしているのは今の状況ですよね。だからそれへのカウンターがグリーンニューディールだと思うんですよ。それへのカウンターは脱成長であってはならないと思うんですね。やっぱり ありがとうございます。若い人が豊かに生きることを望んでて、人類っていうのはそれの両立は可能だと思うんです。グリーンニューディールっていうのは、まあ、具体的にはその今石油資源に頼ってるのを無尽蔵にある太陽のエネルギー、これは風力とか含みますよね、自然のエネルギーというもので私たち人類の必要なものを賄っていくと。そのための技術開発には積極投資をしなければ開発が間に合わないですね。なのでそういう違う代替エネルギーを育てていくっていうことと、あと省エネ技術っていうのもそれに特化して投資しない、まあ、投資すればすぐできると思いますね。やっぱり人類の開発力っていうのは凄まじいものがありますから。例えば大気汚染、車でノックスとかね、いろいろアタンガスとか出てたんですよね。で、私は車社会がなくならない限りはこれは解決せんって思ってましたが、やっぱり開発って凄まじいんですよね。かなり大気汚染濃度は和らぎました。まあ、その上で本当に車社会がいいのかなっていうのはありますけどね。でもやっぱりそこにやりますって決めた時、開発力っていうのは凄まじいと思います。だからそういう政治的決断というものが必要だと思うんですね。あとはまあ蓄電池、そういう自然エネルギーで賄った、エネルギーを貯めておくというものを開発する、まあ、それはもうちょっと投資したら速攻だと思いますけどね。そういうことの組み合わせで代替エネルギー、原発は即時停止しながら
代替エネルギーに移行するというのはもう全くもって既存技術で可能だと思いますので、できるやろこうやれよっていう一個のカウンターとしてはやはりグリーンニューディールっていうのは有効だと思います。2つ目の竹中ベーシックインカム、維新ベーシックインカム、まあ、一緒のようなものだと思うんですけど、この2つは違うんですかね。で、令和もメロリン給付金、一律、コロナ禍では例えば20万円を3ヶ月とか、そういう給付、一律給付金っていうのはベーシックインカム的ではないのかっていうようなお話だと思います。あのベーシックインカムっていう言葉自体がもうあの人によってあまりにも捉え方が違いますよね。なのでもうあまりベーシックインカムややこしいものになっちゃってると思うんですね。なのでその結局ベーシックインカムっていうことを声高に言ってる人の大きな勢力で竹中さんとか維新みたいな人たちがいて、これ何かというと社会保障の削減狙っていると。全員から年金やら、失業した時の給付とか生活保護とか特別の手当とかいろいろその人の生活に必要だから手当というのが加算されていくんですけど、それ全部なくそうと。で全員に維新の場合月6万円って言ってるんですけど、でも足らんやんっていう人も出てくるし、かつ維新のベーシックインカムは財源が示されてないんですよ、まあ、ここは維新の弱点だと思うんですけどね。だから何かの社会保障削ってベーシックインカムにするか、あるいはそのベーシックインカムが嘘かろうどっちかなんで、まあ話にならないでしょっていう代物だとは思いますが、まず目的が社会保障の削減ですので、もう入り口の時点でアウトだろうと。で、あんたら財源も示せてないやん、お金すらへんやろっていう話で、まあ、アウトだと思います。そういうベーシックインカムプラン A がいいか B がいいかという土俵にもあんまり乗せられたくはないし、というところで令和新選組は必要な給付金はもちろんやりますけども、それをベーシックインカムって呼んでその土俵でそのせめぎ合う必要はないかなっていうふうに私は思うんですけどね。まあ、ちなみに私個人はベーシックインカムっていうのがなんて言うんでしょうね、その結構労働嫌いの人から出されたりする傾向っていうのがあって、働きたくない人もいるんだと。だからその働かない権利としてベーシックインカムっていうのをやればいいっていうのも結構いらっしゃるんですよ。でまあ別に私は働かない、そこまで働きたくない人は働かなくてもいいと思うんです。でも多くの人が働きたくない理由、今の社会で多くの人が働きたくない理由はあまりにもそのクソどうでもいい労働ってね、ブルシットジョブとか言われますけど、そういうしんどい割にやりがいっていうか何のための仕事みたいなものをやりたくないと思うんです。あるいはむちゃくちゃきつい労働。だからみんなが働くってことが今の社会だからイメージ悪いんですよ。でも皆さん働いた経験のある方も多いと思うんですけど、嫌なことだけでしたか？私は確かにその橋本徹にもひどい目に遭わされたと思っています。で公務員やっててもこれは搾取だろうって思ったこともすごくありますよ。でもね、やっぱり働いてチームワークで何かやり遂げた時の自分のやりがいとか、住民さんにありがとうって言われた時の気持ち、または自分がやっぱりその中でキャリアアップというか、いろんなこと人と話すやり方とか約束を守るとかね、その生きるために必要なことっていうのをやっぱり働く中で自分は多くを身につけていきました。だからそのもっと働くっていうのが前向きな社会になればいいなって。それはそのちょっとした働きでもいいし、もっと働く概念を広げたらいいと思うんですね。歌歌いたい人はそれが労働になってもいい。でそのそれこそ誰かに、私は住民さんにありがとうって言われたっていうのが結局はそのかけがえのないものなんですよ。じゃあ誰かがあなたがいてくれてよかったって思わせるっていうのは一つの労働か何か働きかけだと思うんですね。そういうふうにもっとその人と人が働きかけ合って人類として必要な資源とか富っていうのを築いていくっていうふうに、労働というものをもう一度捉え返していい楽しい仕事
作っていこうよっていうのがまあ私の考えです。だからベーシックインカムって言ってる人はもう労働ってものは全てクソであるっていう人も結構いて、まあ気持ちは分かるんですよ。今の社会そうだもの、特に私のようなロスジェネ世代とかもっと若い人とかね、もうひどい労働しかないとかもありますから気持ちは分かるんやけど、もっと違う労働の姿を見せたい。だからそういう意味でもベーシックインカムっていうのとはちょっと違うもの、安定した楽しい仕事っていうものをいっぱい作るっていうのが、まあ、私は目指すところです。はい、ありがとうございます。カジノ反対、カジノ反対やけど八幡愛の通りは博打ではないかっていう八幡さん聞いてますか、八幡さん聞いてますか。いや、非常にオーソドックスなセレクトだと思うんですけども、八幡さんに博打性を感じるのはどこですか。聞き直していいですか。あるいは八幡さんを好きでそういうふうに言ってるんですか。まああのまあいろいろ、あ、そうだ、あの菅直人さん、菅さんじゃなくて叩かれてる菅さん、はい、あの私がツイッターへの返信で書いたんですが、立憲民主党は参院大阪で独自候補を探すだけではなく、令和新選組が立候補を表明している八幡愛さんの、推薦を選択肢に入れてはどうでしょうかと書きました。で今の状況で立憲と共産党社民が束でかかっても維新に勝てるのは難しいと思うから、まあここで八幡さんを博打するしかないかなと思っています。はい、ありがとうございます。そんな博打をですね、令和のみならず立憲や共産の方もね、もう大阪八幡で行こうっていうみんなが博打に対して博打をぶつけてくれたら、そこは何か奇跡が起きるかもしれないとと思いますけど、でもね、そのやっぱりその立憲の方々って自分が住民運動とかね社会運動してたらなかなか降りてこない感じはあるんですよ。で維新に対してもそのまあ私は、もうボコボコにされてもええからやるって一定の腹をくくってるんですけど、ちょっとなんか腰引けてる感っていうのも野党に感じたりも勝手にしてるわけなんですね。でそういう姿を評価してくださってる方は少なくないですけれども、でもやっぱり国会の中でね、立憲ってすごいやっぱ多数派っていうか野党の中で第一党でそのちゃんとした組織持ってるわけですよ。だから国会の運営力っていう意味でもその、まあ、令和と比べ物にはならないでしょう。やはり人数があり組織があるから、だからその今の立憲じゃダメだ、ダメなんですよ。でも潰れていいのっていうのはちょっとみんなで考えていただきたいなと。潰れたあかんと思うんですよ。じゃあどないせいちゅうねんって話なんですけどね、私これ令和の立場でね。でもやっぱり立憲が生まれ変わってほしいし、共産党も、まあ、何様やねんいう話かもしれないけど、そのやっぱ束にならないといけないんですよ。なのにありがとうございます。結局維新に国民民主党が引っ張られ、国民民主党に立憲が引っ張られ、でその立憲に共産とか社民が、まあ、いろんな事情であんまり口出せないみたいな、今のその状況は絶対どっかでくさび打ち込まんなあかん。で立憲っていうのはやっぱり国会内の野党に私は必要だと思う、うん、だから行けずせんと令和にも行けずせんと立憲のその力を生かしてほしいんですよ、うん、で私もそのできる協力っていうのは立憲共産がその正しい姿で戦えるような協力っていうのは絶対していきたい。そうじゃなきゃ令和も国会内でその浮かばれません。なのでみんなでやっていきましょう。ありがとうございます。本当にね、立憲民主党が国会で頑張っている姿私たちも見てるし、頑張ってほしいし、ただやっぱもどかしさも感じています。でそのもどかしさをなんとかねするためにもこうやって集まって、立憲にエールを送ると
というのがね、私は本当にまあ大事な時期かなっていうふうに思っています。でそういう意味で大石さんが今日ね話してくださったことすごく元気になってもよかったなと思ってます。はい、続いて意見し、あ、はい、そしたらすいません、1番目2番目3番目で、はい、あ、3人ずつと言ってたのに私がなんか1対1で答えてしまっている。今回は3人で連続で、はい、連続で、はい、どうしましょう、連続でいいですか。はい、はい、私は、橋本さんがあなたを訴えた、これやっぱりあなたがちょっと頑張ったから、目についたから訴えた、まずあなたの頑張りの結果だなということで、ご褒美みたいな、橋本徹さんは、結局彼は謝ったな、それでへこむあなたではないから、逆に橋本徹さんはあなたの、社会的な地位を自分が告訴することによって上げた、うん、だからあなたの位置はブーンと上がったんですよね。おめでとうございます。橋本さんありがとうございます。それでね、私はちょっと今の報告でなかったところの問題で、いわゆる大阪府と読売新聞大阪本社が8項目にわたる合意をし協定を結んだということについて、大阪の動きちょっと弱いに違うかなと、もっとこれは重要視しないと、私は思うのにですね、日本会議がメディアをメディアの主流を動かすようになっているというふうに私は思ってます。ですから甘く見とったら、これそういうものが全国化すると、大阪だけにとどまらないようになっている、私たちの頭の中が操作されるわけですから、メディアによって。だから本来はメディアの競争の関係から言ってですね、読める以外のところはね、わあなんでやとか言わないかんのに、なぜか静か、これはいかんですよね。だからやっぱりもうちょっとなんか、おじさんちょっと弁を振っていただきたいと思います。すいません、今日は国語さんでございます。私は坂上と申します。生駒に住んでます。一つちょっと疑問に思うのはですね、夢島の埋め立てについてなんです。でこの埋め立ての費用が800億円いると。800億っていうのはね、もう地域の地方の大政にとってもものすごい大きなお金やと思うんです。で一つその疑問に思うのは、最初から分かってたんちゃうかということがあるんです。でそれは何も維新に向かって言う言葉だけではなしに、我が方だって分かってたはずやないかって思うんです。でもう本当にちょっと専門家であればですね、夢島みたいなああいう埋め立て地っていうのは、まあ土を1メーター埋めたら次にゴミを1メーター埋めると、その上にまた転圧するんですよ。転圧をしながら次にまた土やと、その次はまたゴミやという埋め立てをするわけなんですね。でその土質試験をやってないからわからないっていうお話やったんですけども、試験しなくても専門家であれば計算できるんですね。で夢島なんかの埋め立て地の設計段階からもう計算値でもって厚み地沈下っていうのをやってるんですね。ということは今頃になって維新が実はお金いるんやっていうのおかしいっていうのも分かるんやけども、もっと早くにはこっちが分かってるはずやのに
何も言わなかったのがなんでなんやろと。で、沖縄の埋め立てみたいなところは、これは検査をしないとわからないんです。あの、理論式ではできないんです。ただ、夢島みたいなのは理論式でもって、まあ、厚みずつって言うんですけどね、あの、急激にドーンと沈下するんじゃなしに、ものすごい長い時間かけて、じわーっとこう、あの、下がってくるんですね。それってこう、建物を建てたらですね、長い時間かけて、あの、均等に下がるわけじゃないから、建物にものすごい悪い影響があるわけなんです。そんなことはもう最初からこちらも分かってたんやったら、このお金どないすんねんと、いう問いかけを、維新に対して、やらないかんかったんちゃうかな、というふうに思うんです。それが一点。で、もう一点は、同じその800億ですけども、彼らの常にやるやり方っていうのは、少ない目に言うんですね。いや、実は3倍言いました。っていうのは、こんなも平気でまあやるよと。で、そういうことに対して、本当に800億で、いけるんかっていう議論を、あるいはもう、あの、我が方にも学者もおれば、あの、土建屋さんもおれば、あの、土質工学っていうんですけども、そういう専門家いくらでもおるんやから、そういう専門家が計算して、あの、本当に800個置くかどうかでいけるんかどうか、この辺をやっていかないかんと思うんですけど、どうでしょうか。あ、こんばんは。今日は大阪市内からやってきました。ここ最近あの、八幡愛さんの、ボランティアの方で、ポスターとか。会社の手伝いとかさせてもらっているザキヤマと申します。ですね、2点ほど、質問させていただきたいんですが、まずは、ツイッターを最近あの使っておりまして、カジノはあかんっていうのを発信させていただいているんですが、その中であのリップがついている中、いろいろリップがつくんですが、それに対して、まあ、何回か凱旋させて、あ、凱旋を聞いた中で、こういうことだよっていうふうにリップさせていただいてるんですけど、その中でちょっと僕の答え的にちょっと質問リップ点がありまして、それがですね、あのカジノはダメって言うけど、あのパチンコはどうなんみたいな感じで、言ってくる人たちがいて、それに対してのちょっと回答が僕的にはちょっと思い浮かばなくて、あのスルーしてしまってるんです。あのパチンコはっていう質問に対しての答えの最適な答えっていうのがあったら教えていただきたいっていうのと、もう一つなんですが、街路樹とか最近あの大阪市内であのかなり伐採されてまして、公園の中とかの木とかも無造作に切られてるっていう現状があります。これは維新はどういう狙いがあるかっていうのと、その2点をちょっとお聞きしたいなと思います。今度はちょっと赤い、あ、多分ね、つくと思う。あ、つきます。大丈夫。あ、はい、ありがとうございます。たくさん聞いていただきましたので、答えたいと思います。橋本徹さんに訴えられた件は褒めていただきました。で、それに関し、それとまたちょっと大きい、読売の協定ですよね、について大阪の動きが遅いんじゃないかということで、あ、質問した人いらっしゃらない、大丈夫ですか。あ、はいはいはい、いや、まあ確かにね、あのそうだと思うんですよね。でももう私の大阪市民としての感覚からしたら今更感はある。だって協定結んでないのに全員その維新を露骨に応援してて、もう全て BPO 案件、いや全部やりますかと、やる人材が不足しておりますっていうことですよね。もう焼き尽くされた感があって、そこに何か契約を結ん、追加で結んできたと。
確かに契約まで結ぶんじゃねえよっていうのもあるかもしれませんけども、その正直焼き尽くされ感、じゃあ少ない人材で何にその自分の資源を投資するかというとちょっと違うものになりますよねっていうところで、そのやれた方がベターだっていうふうに思いますので、やれる方ぜひお願いしますと。で、次の方が、夢島埋め立てのことでもっと早く分かっとったやろと。いや本当にそう思いますよ。もう分かってました。だから最初からウォッチしてる人は、そういう市民のために科学、自分の専門知識を使ってくれる教授の方ですね、さまざま推測というかここはあかんでっていう指摘がすでになされています。なのでやられてるんですよ。だけれどもその声がかき消されてるんです。一人にそういう問題だと思います。だから何も言わなかったってわけではない。まあもっと言うと沖縄だって軟弱地盤っていうのはその立派な方がいらっしゃって、もう前から指摘してました。でまあ確かに沖縄の軟弱地盤の方がより証拠がいったかもしれませんけども、だけども共通して専門家の方がすでに言われてるんですよ。で私先ほどの方が言うような、本当専門知識っていうのはね、こそがこの社会の宝だと思ってます。だから私は大阪府庁に入った時25歳ぐらいで、まあそんなぼーっとしてたと思いますよ。だから何か一旦小泉、純一郎でしたっけ、もう自民党ぶつぶすって言ってくれて、やってくれるのかなって一瞬思いましたからね、1ヶ月ぐらいそういう学生時代でしたよ。でもやっぱり働く中で、うわ専門知識ってむっちゃ大事やとか、トップの政治家って専門知識がないことが多いですから、専門家じゃないですから、だからそういう人の決定に従うっていうのは結構リスクだっていう、十分に専門家の知識、これ人類の得た知見ですからね、それなしにその専門知識がない人が何か政治的に言って決めていくっていうのはもう非常にバカらしい社会になるし、今になってますよね。それがご指摘の通りです。だから私はそういう当たり前の人類が築いてきた知見とか専門知識っていうものに基づいて、行政なりそれ民間企業もそうですよっていうものを行う社会っていうものを私は取り戻したいです。でももうそれがクーデターで、もうそれがない社会になってるんです。政治が決断するって言って、その政治って言ってる政治家は素人なんです。でその素人がやるって言ったから、大阪のワクチン開発するとか言ったから、それと帳尻合わせて役所の職員が動く、とんでもない無駄なコストが発生します。カジノなんかもう徹頭徹尾そうです。そういう社会だから、将来像っていうか、もう当たり前の専門知識というものをリスペクトして、政治家もそれを基づいていい社会を築いていくというものを、まあ、取り戻したい。でも今全くそうじゃない中で、このようなことが起きてて、そのさっき、2つの質問同じだと思います。800億円って少なめに言うとるやろって、そうだと思いますよ。だから本来もっと専門家のその御用じゃない人、まともな人っていうのに積算させていくっていうのが当たり前なんです。でもそうじゃない社会になってて、でこれ大阪で何も言わなかったじゃないんですよ。私も含め言ってました。でも書き消されるんです。私はだからなんていうか、結局はそういう経験を経て自分に政治的力が必要だったっていう結論になってるんですね。でももう自分の気持ちの中ではこれはもう爆発してますよ。当たり前の専門知識とか専門性に基づいた社会っていうものが壊されて、なんかテレビで人気だったり発信力のあるものがものを決定していく。じゃあそれに対抗しようと思ったら自分もそういう力を得ていくしかないんですよ。だから国会議員になりました。でもまあ正直なんていうか半分はバカらしいことだと思っています。私よりも専門知識のある人もいるし、そういう声がかき消されることを前提に政治的力を強めて、その中でブーメランを当てるしかないんです。私が議員になった途端に何回かブーメラン当ててるって言われてるでしょ。文通費100万円吉村知事がなんかいろいろ言ってたけど、あなた自身が100万もらってたじゃないのって。これは大阪市民が先に発信してた情報です。で私は一応議員やから確認して
発信したらバズりましたけど、でももし私が職員のままだったらバズってなくて、牛村さんにブーメランは刺さってない。で、私がその議員になる前にやってきたことも継続してますけど、その時は 何の注目も集まらなくても、今は議員だからそのことをやったらちゃんと仕事してるとかで、そのたくさんの人に発信してもらえる、まあ、正直 不当だと思います。私は現場の専門知識持ってる人とか現場で頑張って働いてる人の方がどう考えたって偉いじゃないの。なのに政治的力を得たら発信力が上がる、まあ、こんな社会正直おかしいですよ。でもやるしかないから、まあ、半分やけくそでやっております。まあ、全て政治的力が高まってきましたので、まあ、私というスピーカーを通じて専門知識っていうものがいかに大事かって今おっしゃったような声っていうものを、まあ、せめて広げていきたいなと思っているところです。3人目の方のご質問です。ツイッターのリプへのリプということでご苦労様です。カジノがダメというけどパチンコはええのかってしょっちゅう言われますよね。なんかこう DV やめろって言ってる人にそこのパワハラはええのかとか言われてる気分っていうか、まあ結局でもこれも一個のプロパガンダだと思うんですね。維新の側がむちゃ言ってるんですよ、それパチンコはいいのかって、で何がっていういやいや良くないんちゃうって思いますけど、そのいい答えありますかね。これ募集したいですけど、もう言うたら反対そのカジノ反対に反対するための理屈でしょ。だからまあもう言いようはないと思うけど、じゃあ例えばパチンコも反対やから、あなた一緒にパチンコ反対の市民運動しようかって誘ってみるとかで応じてこなかったらお前やる気がないんだなっていう話にしておくかまたは最近大阪のカジノは見直しがあって、MGM がせめて採算のあるカジノ計画にやり直したら結局カジノらしくならないらしいんですよ。なんかスロットの台とかを何百台も置くということで、結局それは桜田教授という偉い人が言うには、まあ、言うたらパチンコですわって、巨大なパチンコ屋ですわって言ってたんで、巨大なパチンコ屋を作ることになるんで、それ言ってみたらどうでしょう。いやねって、大阪のカジノは巨大なパチンコ屋やで反対してますっていういうのはどうでしょう。まあ、またいい意見があれば募集します。で、パチンコとはね、はい、パチンコとはもう金額的にレベルが違う。わかりました。まあなんていうかそう思いますね。はい、ああ答えね、パチンコとはレベルが違うやろ。ああ確かに私もカジノ賛成っていう人もいるんでね、いやカジノ賛成な人がいる、カジノ好きな人がいるのは別に構わないと思いますよって。でも大阪の基幹産業とかね、カジノが大阪の基幹産業だったり、成長の起爆剤はさすがにおかしいだろうと。だってむちゃくちゃお金使う以上はね、大阪の基幹産業にするんやろって、それがカジノはさすがにおかしいだろうっていうのは言うようにしてます。それも一個ヒントっていうか答えかもアンサーかもしれませんね。もう一つのお答え、ご質問は気を切る改革のことでしょう。もう気を切る改革も大阪市民としてなんやろこれっていう風になってるんですね。ここ何年でしょう、もう10年ぐらいですよ。で2種類気を切る改革はあって、1個はもう木を真ん中からスパーンって切って、もうとことんもう虐殺していくみたいなパターンと、もう一つの虐殺パターンは落葉樹ってあるじゃないですか。で落葉樹をその落葉する直前で丸ハゲにするんです、丸裸にするんですね。これちょっと気の気持ちになってみてって、もうすぐ落葉できるって思ってるのにそこで全部刈るって虐待やろって、だったら木なんか植えんなよっていう、まあだから抜くみたいな感じなんですけどね。それもまあコストですからね、彼らに言わせると、木を切ってそこでお店作れたら彼らにとっては一石二鳥ですよねっていう。だけどその台風とかを理由にしてたんですよ。台風で傷んだ木を8000本切りますみたいな計画で、これってなかなか木の根っことかをこっちも調べれるわけじゃないから、それは嘘だっていう反証は結構難しいですよ。でも市民がいやおかしいって言って、なんか木の虐殺がすごすぎるってことを大阪市民が言い出してて、
で、その中で最近兵庫県でも明石市長は言ってくれるようになりましたよね。まあ私あの明石市長昔パワハラ事件になったり、ちょっとなんかあの維新と通じるところも見てる感じがして、そんなに積極的に正直応援してませんけども、でもあんまり人あんまり敵に回したくない明石市長が最近兵庫県知事に明石市内の木を切る改革やめろみたいな、なんでこんなに木切ってんねんって言い出してくれて、これはすごくあの見どころっていうか力になってくれるなって、まあ、ほんま大阪からねこんなもんがはみ出してしまったらあかんしね、なんですけども、この維新の木を切る改革、市民の方から気づいていったわけですが、なんとか実証させたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。奈良も街路樹バッサリと切られているので、行ってますか。はい、もうバッサバッサ切られているのでね、もう大阪だけではありません。もうコストね、やっぱ削減がもう命なんでしょうね、行政にとって。はい、続きまして、遠慮、あっ、さん、はい、ありがとうございます。私実は立憲民主党の党員なんです。先ほどあの応援のメッセージありがとうございます。よかった、悪口言わなくて。今日あの議員でも何でもないあの党員なので、何の力もないんですけど、奈良から大阪を見ていて、あの橋本徹さんが知事になってすぐにええー、と思ったのは、ピース大阪に対する弾圧というか、あのとか文楽なくな文楽に対する締め付けとかっていうのを見てて、なんていう人だと思ってたんですけど、あと2点は、あの奈良で活動している中で朝鮮学校の無償化を奈良ではすごくあの、支援しようというグループがあるんですけれども、大阪の朝鮮学校はもともと出ていた、資金あの、補助金も切られてしまって、で奈良の朝鮮学校は存続が無理なために、子供をやっぱりあの大阪までやってる人たちが本当にあの苦労しながらでもあのアイデンティティを育てるためにって言ってるんですね。でも無償化っていうけど、朝鮮学校は高校無償化の対象になってないっていうようなこともあって、あの本当にあのまあ国会議員としてぜひとも、この間あの前川喜平さんがあの発狂支援あの発狂のその奈良の朝鮮学校で講演した時も、文部科学省としては無償朝鮮学校の無償化もぜひすると思っていたのに、あの横やりが入ってなってないっていうようなことをお聞きしたので、ぜひここも国会議員として頑張っていただきたいなということと、あと、奈良で、関西ナマコンの弾圧に反対する会を作ってるんですけども、大阪の集会で大石明子さんがあの支援してくださっているのはのメッセージもいただいたりしてあの分かっていますけども、あのこういったことで結局辻元さんとかあの大椿優子さんなんかも神奈川の支援をするということで維新にとことん選挙の時にも叩かれたりしているので、大石さんも負けないでぜひあの、女性3人組で維新を叩きのめしてほしいなと思っています。どうしましょう、はい、続けてとか応援メッセージなんですけど、まあ、どう続けての質問ありますか。それとも今あ、じゃあ、はい、はい、はい、やんでさん、はい、特に大石さんの方からね、奈良県民に対して何か呼びかけがない、特に解除の反対で奈良県民に対してもっとこういうことを考えろ、こういうことをあれしなきゃいけないっていう、何かそういう呼びかけはないですか。それではね、奈良、私は奈良あまりあの戻ってきてまだあの6年なんですけども、見ていると、その大阪ちょうどインバウンドで、大阪インバウンドであれして、それでもうあの何て言うかな、いわゆる中小企業と下町を潰してね、で高級化しようというのを やってきたと思うんですが、奈良もね、いわばそれに依拠した面があるんですよ。でだからあの奈良の県政あの荒井っていうのね、やろうとしたことは、要するにあのインバウンドの富裕層をいかにして取り込むか、でそういうことでとにかく高級ホテルいっぱい作られたかん、今はそれは続いてるんです、高級ホテル。でもう今はあのインバウンド出てこないですよね。
で、そうするとインバウンドが来ないから今絶対思ってられないんですね。大阪で会議が始まったらね、その富裕層、ここへ来る富裕層をとにかくに移して、それを取り組みながらね、奈良のあれを考えようっていうね、いうようなことを現在のそう、もう公共法人今作ってるから、そういうのどうしてくれるかの中で絶対思ってるはずだというのを思うんですよ。で、そういう意味では奈良もやっぱり奈良ってすごい大阪の依存度が高いんですよね。で、そこはやっぱり何とかしがあかんなっていうのを思うんですけども、そういう観点から見て、その、なんかな、反カジノでね、奈良県民に対して呼びかける、訴えかける、なんかそういう奈良県民への、もっとこういうことを考えるべきだっていうね、いうような呼びかけの訴えはないでしょうかということで。ありがとうございます。もう少しまとめて聞いた方がいいですか？はい、もう、今の答えで。はい、はい、出上がりましたので、はい。小金井さん出るんですけど、政党助成金ってあるじゃないですか。それは私はまあね、新しい政治活動をするにはやっぱりいるもんだとは思うんですけど、ただ現在はその政党助成金が政党でもないような、そうですね、自民とか維新とか公明党もそう、公明もそうだと思うんですけど、そういう時に、ね、なんというか悪い活動にそういうお金がたくさん使われているというのはちょっと不満があるんですけど、その政党助成金に対して令和新選組はどういうふうに今後対応していこうかなと思ったのかなと、それを聞きたいなと。はい、じゃあそうですね、はい、3人の方にいただきましたのでお答えしたいと思います。お一人目のピース大阪への弾圧許せない、朝鮮学校のその民族アイデンティティを育むための、学校であるのに、その無償化を差別によって取り上げるということを許せないということが私も同じ考えです。ですので、できることをやっていきたいです。まあ、シンプルになりますが、そういう答えです。で、関西ナマコンに関して、関西ナマコンっていうのをご存知の方がどのぐらいいるか分かりませんけれども、知ってると手を挙げてくださってますね。結構知られてるんですね、コーマーではわからないけど、連帯ユニオンという労働組合の、関西ナマコン支部っていう形になります。労働組合ですね。で、関西ナマコン支部っていう労働組合は私は日本で最強の労働組合だと思ってます。そして、産業別っていう、日本の労働組合が弱いポイントは企業別組合だから、企業内組合だから、その企業内の、その利益っていうのにすごく影響されてしまうから、産業で生コン価格を労働者が、労働組合が関与し決定していくってことが大事だっていう、すごくその正しい理論に基づき、かつもうガチンコで戦っていくと、ストライキを中心にして、やっていくという組合で、日本で唯一成功して形を保っているところですから、だからこれは潰れられたら労働者側がすごく困るんです。だから関西ナマコンを守るとかっていうよりも自分の利害っていうことだと思ってます。なので、私は関西ナマコン支部じゃないけど、その連帯ユニオンの組合員をやってます。そこのゼネラル支部というところで、自分の地元の淀川区内で重曹市民病院がコロナ専門病院にされた時に、非正規雇用の人がひどい目に遭ってると言って立ち上がってくれたんで、その人と一緒に連帯ユニオンにのゼネラル支部に入って、今なおそれはもう和解で終わったんですけど、私は連帯ユニオンの組合員をやってます。まあ、私は今賃労働してないんで、正しくは労働組合員っぽくないかもしれませんけども、やはり同じ労働者、何らか働いてお給料もらわないと生きていけない種族っていう立場として、連帯ユニオンが潰れてしまったら困るので、私はそこにも所属するっていう形で、活動をしてますので、まあ、辻元さんとかを、まあ、そこが一個その権力闘争の一個の本質なんだと思うんです。ぶつかってる最前線の一つだからこそ、維新もその関西ナマコン、関西ナマコンってすごくやがましいと思うんですよね。逆にじゃあそこで戦うっていうのは私にとってはすごく有効なんですよね。彼らが気にしてるとこだから。
だからそこでぶつかるっていうのは一番効率がいいというかいいもんだと思うんで、なんか守るっていうよりはもうそこで受け身じゃなくそこなんやっていう本質そこなんやっていう戦いをねやっていきたい。でそれが立憲が若干なんか後ろ悪口言ってしまってあれなんですけどね、立憲がどんどんそこ後退していってると思うんですよ。だから辻元さんって本当に日本の政治家の宝の方だと思いますしね、これを機にですね、もう一回へこたれへんで、もう一回その関西ナマコみたいな人たちと一蓮托生でやろうっていう、まあ、そういう作風でやってみてもらえないかなっていうふうには思います。国会に行ったらなんか国会仕草みたいなすごいやらされる感じあるんですよ。最初スニーカーで行ったのに私ほら白靴履いてますやんか、もう結局スニーカーでおったらややこしいでね。でまあでもスニーカーが案外合うスーツがないっていうのも理由なんですけど、結局はなんかそこの作風仕草に合わせておけみたいな面があったり、喋り方とかにしても、じゃあどん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 立憲の人なんか特に議員になった途端になんか喋り方変わってないみたいな感じもあったり、そういうんじゃなくてリアルな当初の辻元さんに戻って本当に市民の立場でもう一回活動してくれたらいいのになって、すごく立憲も社会も変わるのになっていうふうに思うんで、まあそうやってくれるでしょう。次は、奈良県に対する呼びかけということで難しいですよね。私は大阪から出たことがなくて、で国会議員になって大阪と東京の二重生活をしているので、そのやっぱり他県のことを知らないもんが知った風で奈良県の人はこうするべきだとは、まあ、到底言えないですよね。でカジノのことも協力してくれるのは本当にありがたいです。ただ奈良県も手伝いよっていうのはちょっと地元で頑張るよっていう順番だとは思いますし、なので大阪の問題は奈良の問題でもあるとか、そういう形でその参戦していただけるっていうのは本当にありがたいことと思います。まあ一方で私近畿で比例復活してますので、その大阪だけの代表面は良くないと、近畿の皆さんの力で議員にならせてもらってますので、じゃあ奈良県の方々の利害を代弁する議員でなければなりませんよね。でもやっぱり専門性、奈良に住んでるっていう専門性がないので、そこはその教えていただくってところからになります。なかなかでも住んだこともないのに、難しいなって。でもここを見渡してもいい方がいらっしゃると思うんで、奈良に熟知されたかつ積極財政も専門性が高く、市民と共にやってこられた人物というのが奈良にいらっしゃると思うんで、そういう方が政治的力を持って市民の代表になる、議員になるっていうのが私は奈良の方々に望みます。奈良に高市早苗さんがいらっしゃいますよね。やばいやつが台頭してきたなんて、まさかこんな時代になろうとは。で、あの人も積極財政風を語ってて非常にややこしいじゃないですか。ややこしいと言われてる私が言うのもなんですが、非常にややこしいので、そこも違うんだよって、そのうまく彼女の本性を暴けるようなその政治家の登場っていうことが奈良県の方々にはそういう方を生み出してほしいと、はい、もういてるでしょっていうのを思ってます。はい、政党助成金という大変大事な質問いただいたと思います。交通文通費100万円もそうだし、政党助成金もそうだし、私にとっては悪いその権力者を倒すための、まあ、手段として今必要なんですね。で、じゃあ日本共産党の方は政党助成金もらっていらっしゃらないじゃないですか。フリーに見えるけど、でもこの資本主義社会においてお金ってそのままその権力闘争の大きな手段じゃないですか。そんな綺麗なこと言ってる場合ですかって、今からでもやっぱもらうわって言ってもらい直して組織増強してガチンコ勝負せえへんかって、協
共産党の人には正直そう思ってます。筋を通すとかもあるかもしれないけど、今そう思うんですね。ただその上で、これ令和新選組の意見じゃないです。ここからは私のというか、この政党助成金に関しては全て私個人の意見ですけどね。じゃあ権力闘争って考えた時に、おっしゃるように自民党とか維新もむっちゃもらってますやんか。だから例えば政党助成金を一切やめましょうってなったら、彼らの力がすごく弱まるから、市民にとってはその倒しやすいのかな、どっちなのかな、もうそれ次第ですね。だから彼らの力が弱くなるんなら、政党助成金っていう制度がなくなっても良い。でも今は政党助成金という制度があって、彼らは何億円ともらって、で自分らの権力を高めてるんだから、私はその制度でもらって、やはり令和新選組は彼らに勝つためにそのお金を使うべきという意味ではもらいますと、そのなんか返納しますとかはいたしませんっていう、むしろ少数会派に配分割合を増やせと、ベースの活動っていうのがいるんだから、少数会派には積み増しせよと、お前らのその金からっていうのは思いますね。共産党がキャンセルしたらもうなんで自民と維新とみんなで分け合っとるんだと、令和によこせっていう、意地汚くそう言いたいっていう、いうことですね。もうやけくそですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと時間がきまして、あとお一人ぐらいで、維新がこの自分たちの成果だって言ってることの一つに、学校給食を確か中学校までやってるということを宣伝してると思うんですけど、この点はどうなんでしょうか。はい、うちの娘次から中1ですので、実際に食べてもらってですね、感想はしたいと思うんですけど、その中学校給食の始まりはすごくひどいものだったんですよね。入札でいっちゃ安いお弁当屋さんのもので、もうそのコール手前みたいな温度のもので、かつ子どもたちにはすごく美味しくない質素なものだったりして、残す率がすごかったと。で給食を選ばない人も多かったみたいな始まりで、その時に橋本徹さんが飽食の時代みたいな、その子どもたちをなんか子供たちに勉強不足か分かんないですけど、子供たちをすごく悪く言ったりしてて、維新になってねっていうスタートだったと思うんです。でもやっぱり維新っていうのは今10年超えてきて、そのやっぱり自分たちがその地域で政治的に生き残ろうと思ったら、そういう給食続けたって支持率下がりますしね。で地元の地方議員とかを作る中で、地元の保護者から、あんたとこが始めた給食むっちゃまずいやんとか言われたら、やっぱり、その、自分たちの議員の生き残りをかけて、やっぱりいい給食しましょうとかいう動きにもなるとは思うんですよ。だから、その当初の維新と今の維新は違ってるかもしれない。そういうマーケティングして、その、中間層の人が喜ぶようなことはやっていこうっていう、全部は無理ですよ。でも、アピールできるものは選んでやってるかもしれない。そういう意味ではその政策単体で見るといい可能性もあります。私自体は中学校の給食制っていう制度そのものは賛成です。親が弁当を作る義務っていうのは違うやろと思います。なのでちょっと実際に子供が食べてみないとわからない面があるんですけど、自己方式で作るとか、まあ保護者が望んでいるようなものを取り入れてるので、やはり維新が長く運営する上でよりその折れてる、リサーチして、特に彼らが取り込みたい世代っていうのが中間層のファミリー世帯ですので、そういう人たちの言うことは聞くっていうのはやってる可能性はありますね。はい、そのところです。はい、ご質問ですね。ボーイさんに聞いていただきたいのですが、うちの息子は中1なのですが、学校の社会のテストで今の総理大臣は誰、今の政権与党はという問題が
記述で答えさせる問題が出ました。変更教育だと思います。他の学校はどうか知りませんが、判断力のない子どもにこういうことを覚えさせるのは文科省の差し金でしょうかという、はい、質問というか、今の与党とか総理大臣が誰だという問題は記述式ですね。そうなんですか、はい、変更教育なん、それはちょっと私もあれでしたね、維新、はい、維新支配下の大阪で私の考えがちょっともうずれてしまってるんでしょうかね。そういうテストに出したらあかんのかなって思っちゃったんですけど、ダメ、変更教育なぜ、でも客観的事実ですよね。そうですね。だけどそれを言うっていうことは、今の与党ですよね、総理大臣が誰っていうことですよね。ダメなのか、なぜダメなのか、ちょっと勉強のために教えていただきたいですけど、ちょっと難しいところですよね。まあ事実、事実は事実として、一般的にはやらないものなんでしょうか、はい、こういうテストが、まあ、我が子にありますよというのは、私もまあ初めてこういうの聞いたんですけど、ありますかね。でもこういうことがあるっていうのはちょっとね、注意深く見ていかないといけないかもわからないですね、はい、なるほど。確かにテストで結局自民党とだけ書かすとかいうことになるので、全部の党を書かせろという、まあ、中学でも今日私立の中学校で模擬選挙、ね、模擬投票があったんですけど、まあ、それは国政政党全部だからいいのかな。ちょっとそういう学校教育において今生身のリアルの政治政党というものの扱い方っていうのは、確かに結果としてそこを組みするようなっていうのは慎重にあるべきですよね。変更教育とまで思えなくて申し訳ないです。ちょっと考え直してみたいと思います。またチャットで参加された方、ご意見ありましたら後ほどありがとうございました。はい、そろそろ時間迫っておりますけれども、よろしいでしょうか。で今日は令和新選組のね、政策を学ぶっていうことで、大石あきこさん大変もう忙しい中駆けつけていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。弱い者の立場、庶民の立場に立った視点のね、こうなんていうかエネルギーをね今日感じさせていただきまして、私は、まあ、エールを送る、市民連合は、立憲野党の応援団ということで、この間福山新子さんに、市民連合の方にちょっと聞いた、それは応援団やと思って応援しようと思ったんですが、逆に今日は本当に元気もらいましたよね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、最後にこの、令和新選組の8つの緊急政策というのは、こう 今の緊急政策ですね。はい、ちょっと確認させていただきましょうか。すみません、はい、全然そういう宣伝はしませんでしたね、はい、せっかくですので、皆さん、はい、1、消費税は廃止、ね、はい、2、全国 一律最低賃金1500円、政府が保証、納得できますね。3、奨学金特政令、奨学金に苦しむ555万人の借金をチャラにします。教育は完全無償化に、はい、もらっておりますね。4、公務員を増やします、はい、もうぜひもうこれは実現したいですね。5、一次産業個別所得保障、これちょっと難しいですけど、これはもう大事なことなんです、とっても大事です。はい、6、とんでも法の見直し廃止、このとんでも法の中にはカジノ法、TPP 協定、それから入管法、それから種子法等入っております。はい、これも納得です。スーパーシティは入ってない。スーパーシティは入ってない。スーパーシティちょっと入ってないですね。などって書いてますからね。はい、入れてもらいましょう。はい、7、辺野古新基地建設中止。はい、8、原発即時禁止。はい、8つの緊急政策を令和新選組に、掲げておられます。でもうますますね、まあ、国会議員は、まあ、特権というか、そういうね、ツイッターでもすぐに
そういうね、位置にあるとあのバズるね。で、現場で頑張っておられる人はもっと偉い。でも、でも今の現状でやっぱり私は大石さん頑張ってもらって、大石さんを使うというか、はい、ということで、あのやはり、はい、どうぞ、ね、あ、大石愛子さんとかけまして、はい、汗がいてこしらえたお百姓さんの米俵と解きましょう。はい、その心は一票の重さを知ってまんな。おお、ありがとうございます。うまい、うまい、はい、よかった。はい、おはよう。はい、引き続きあの育市民連合からの諸連絡あってちょっとトーンが下がってしまうんですが、あの大石さんちょっとおかけいただいてすいません。すいません、今日いろいろ資料が入っております。で、あの憲法は解約許さない署名用紙、ぜひご協力、それからあの、火事の反対の署名もありますので、これあのぜひ、何枚も持って帰ってもらって、広げていただくということで、あ、集まったらまた奈良育市民連合でも取り扱いますし、あの直接あの届け先ですか、連絡先の方に送っていただいても結構かと思います。それからクリーム色の、私の願いを書いてくださいということで入れていると思います。で、これはあの皆様方の政治に願う、政治への願い、こういうことを書いてほしいということをまた書いていただいて、育市民連合としても政策に、反映していきたいと思っています。お帰りの際にお渡しください。それから、ぜひあのまだ奈良育市民連合にお入りいただいてない方には、まあ、2区3区の方も今日来ておられると思いますが、あの生駒奈良市にお住まいの方はぜひご入会いただきたいと思います。目標は1000名です。今500名近くいます。あと500、参議院選まで増やしたいと思っていますので、よろしくお願いします。それから、来週土曜日にはタウントーク、まあ、街頭宣伝というものなんですが、近鉄奈良で1時間ほどしますので、あのチラシ入れてませんでしょうか。とにかく憲法を守ろう、改憲反対、今憲法を変えている場合違うやろうということで街頭宣伝します。ぜひ、お集まりいただきたいと思います。それから最後に、ちょっとあの財政事情も厳しいので、お帰りの際にはちょっとたとえ裏でも結構ですので、短波の方をよろしくお願いしたいと思います。所連絡あのちょっとあの下げてしまったんですが、はい、最後にもう一度すいません、大石さん本当に、来週国会で初質疑、はい、いや予算委員会ですよね、予算委員会いるかなと思ったんですけど、でもちょっ ちょっとあの新聞報道でもあるように22日の火曜の午前とかに採決しちゃうということで、はい、なんかその後もあるとかないとかちょっとあの分からないんですけど、まあ分からないみたいな、はい、もうで結局出してくれなかった場合はどんな質疑だったのか、自公が隠したかったことみたいなテーマで幻の予算委員会質疑みたいな、あのなんかやろうかなって、配信やろうかなって思ってるんですけど、まだ、はい、そういう状況ですね。そしたら、最後に、閉会挨拶としまして、奈良育市民連合の溝川雄介さんより閉会挨拶の方よろしくお願いします。皆さん遅くまで、また雨の中本当に熱心にあの政策学習会、これ市民連合として第一弾だったわけなんですけれど、本当に身のあるあの討論会学習会できたと思います。これもひとえに大石さんが本当にあの、まあ、橋本とのバトルをはじめ政策について非常にあの分かりやすく説明してもらったと思います。で特にあの大石さんは、まあ、阪大の工学部出身という非常に異色な人だから、それだけにいろんなこういう政策、政治の中のことでも科学に立脚する、あるいは専門家に頼る、こういうような基本が非常にできている。本当にありがとうございました。で私はあの学生の時に、こんな言葉を非常に印象に残ってるんです。あなたの褒める人の名を聞けば、あなたの犯した過ちが分かるて。これ名言ですね。で、それで言うたら、逆に言ったら、あなた橋本がけなす人、橋本が
喧嘩を売る人、その人の名を聞けば、あなたの立派さっていうんか、それが分かると。これ先ほどもあったように、でこれはまさに橋本なんかに単に口で罵られるだけじゃなく、裁判にまで訴えられる、こういうようなことをされる大石さんには、これはもう本当にあっぱれ、勲章ですよ。そう思います。大石さん、国会議員に入りや。今日は皆さん、2月の19日ですね。どんな日かご存知ですか？6年前のこの2月の19日に、その前年に9月の19日に安保法制が通り、そして年末には市民連合、私たちも、まあ、属してるというか名乗っている安保法制の廃止と立憲主義を回復する市民連合が年末に、15年の年末にできた。そしてなんとか参議院選挙で野党が自公に対して、戦おうということで、2月の19日に当時の立憲野党の党首が集まって、そして立憲野党でまとまって政権をに向かおうということを決めて、そしてそれからざっと32位の小選挙区で野党統一候補すべてができたんです。それにしたら今遅いんじゃないですか。本当に、この前の衆議院選挙の後で、早く今度の選挙で、参議院選挙で勝つんやっていうことで、野党が統一しなくって何ができるんですか。自公政権、あるいは補完勢力の維新を伸ばすだけ、こんなことではダメです。早く、一刻も早く野党が統一をして戦えるような体制を一日も早く作ってほしい。そのためには下からの市民の運動が一番と思います。私たちがこのような、今日のような学習会を積み重ねて、そして大きな声を草の根から上げていこうではありませんか。なんとしても次の参議院選挙で3分の2を絶対に改憲勢力に取らせない、それがまず第一歩だと思います。そのために声を上げて共に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。とっても元気の出る挨拶でした。はい、そしたら遅くまでありがとうございました。最後に大石さんにもう一度念願の拍手を。ありがとうございました。